んだよ。あった。宇宙。かわいらしいなと思って。なんか聞いてたのみたいな。怖いわ。よし、うん、はい、皆さんこんばんは。やってまいりました、火曜の夜7時、エリオのアイデアオープンザセサミ始まるよ。よし。あ、いやいやいや、皆さんお疲れ様ですの、こんばんは。沖縄いい感じの夕焼けと、こうね、なんかグレーの雲がいい感じになっておりますが、やっぱりちょっと秋からはちょっとずつこう遠ざかってるのかなっていうような感じでございます。はいね、美里どう、うん、今日一日というか、うん、どんな一日でございました。今日一日は、うん、ラジオの結構直前、はいはい、ぐらいまでずっと動いてましたけどね。すいませんね。いいえ、大丈夫ですよ。ありがとうございます。大丈夫ですよ、はいはい、動いてましたけど、でもなんか、はい、今日雨が降ったり止んだりだったので、ね、でも今日今とっても雨降ったおかげかとってもクリアですね。すごい綺麗になってる、ね、やっぱり雨降ってなんちゃらかんちゃらでございますよね。地固まるなんだけど、なんかさ、こう、うん、見える場所がこう土というよりもやっぱりこう海なので、そうですね、なんか地固まる、うん、うん、みたいな、ね、感じですね。空気が澄んでてこう、なんか FM 木の輪のね、あのスタジオの方からは微妙に見えないんですけど、うん、あのギャラリーの方に行くと、あの読みたんじゃない、おいチャタン、チャタン、そうです ねチャタンのもうね、ほんと素敵よ、おいで。そうですね、自分で確認した方がいいわ。一番いいですね。でも本当にクリアに見える、空気が澄むからね、うん、雨が降ると、うん、ただちょっと今こうね、基地のいろんなものが、建物がなくなっちゃったので、そのオレンジ色のね、なんかこうライトアップというか、ライトアップするためにはついてたわけじゃないんですけど、あれがちょっとまたね、いろんな政治問題はやめておきますよ、はい、あのそういう見た目的なものを、あらあら、なんかちょっと変わっちゃったわねっていう感じはしますけど、うんうん、まあここの広くなったところでピクニック今できればまた最高なんて思うんですけど、まあできないでしょう、あ、無理でしょうね、うん、今この感じを見てる感じだとサッカーもできるし、あ、全然できますよ、うん、寝転がれるし、うん、ね、あのゴルフもできるだろうし、うん、ただすぐね、あのイケポチャしそうな場所いっぱいあるんですけどね。イケポチャだけで済めばいいですけどね。ロックオン、違う意味でね、うんうん、そうそうそう、お前ちょっと逮捕しちゃうよみたいなね。そうそうそう、大変ですけどね。あの、あ、この1週間いろいろありましたね。1週間、そうですね、なんて言ったって沖縄キューボンでしたから、キューボンちょっと、うん、大変だった。え、美里はどうしたの？あの仕事の話、そうでもなかったんですけど、あの休盆中に、うん、あの海に行ってきたっていう人がいて、え、バカじゃないの、泳いでないよって言ってたんですけど、ビーチ歩いただけだよって、ダメじゃないの、そうで、もうびっくりしてはって思ってたんですけど、本当にその人が来てからめちゃくちゃ肩が痛くなって、もうやめてよ、行くなら自分だけの自己責任で、どっかさ、なんか缶にでも入っててって感じで、もう本当に巻き込まないでしょう、ね、もうだから飛んだ、もう本当に、で、どこ行ったのって聞いたら、あ、うん、そっか、ちょっと塩行ってくるっていう感じの、そんな感じでしたね。そういうの困るよね、ちょっと本当にびっくりしました。私はね、休盆中は全然外に出てなくて、うん、お布団の上でしたね、うん、あ、うん、はい、もうそうですよね、リュウさんね、全然もう、あの本当にね、あの、はい、あの油汗というか、冷や汗というか、わけのわかんない汗をかきながら、うんうんうん、あの旧盆はこう家の周りを通っていく道十年を聞きながらね、はい、お、今年の、うんうんうん、今年の A さんはね、元気よかったな、力強かったというか、うまるでもういろんなね、家庭のご先祖様が私をこう応援してくれてんかいみたいなね、うんうんうん、それぐらいこうなんかこう感じましたけど、うんうんうん、はい、あのなぜかというとね、はい、なぜでしょう、激痛、激痛、ほんとびっくりしちゃった。
あのその時はなんか私本当にちょっと安易に考えてたというか、はい、あいこれさご先祖様迎えてもらえない人たちいるんじゃないって、うん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 、で仕方なくうちに来てあなんか構ってよって言ってんのかねって思って、うん、それで痛いんだろうね肩体って、うんうん、いやでもきついなおちょっと結構きついんじゃない？あそうかもしかしてねやっぱりこう、はい、いろんな亡くなり方してるからみんなきつい人が残っててきてんだろうなっていうのを過ごしてました。だから私の中では、はい、お盆終わったらよっしゃってこうなんかさもう一気にね一気に治るんだろうなって思ってたの、うんうんうん、治らないわけさお盆終わってもおかしいなとあれこれってうとうと足りないかねうがん不足よって言われるんじゃないっていうぐらい激痛で、うんうん、いつしか私やっぱりうちなんちゅうになってるさねみたいなね、うん、ほんとそんな感じでいたわけでございます、はい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 、で子供たちにちょっとなんかお供えしてあげてあちょっと政治炊いてよとか、うん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 、ちょっといろんなちょっとやってやってってこう言ってたら、うんうんうん、でその普通に寝れないわけ横向きでもとんでもない痛くて、はいはい、うつ伏せになって寝る、うん、ねそんな感じでそれでもダメで、うん、もうお腹を抑えるのも抑えきれないというか痛みがひどくて、うん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 、もう抑えてるのも疲れるからさちょっとさらし巻いてって言ってさらし巻いて寝たわけ、うん、でいや結構痛いの疲れてきたなと思って、うんまあ、月曜日に病院行けと昨日、はい、あそうって痛いの針行ったらあの先生なら治せそうなんだけどねとか言ってでもちょっと今日は長男の言うこと聞いておこう、はい、で俺歩くの大変だなおかしいなって思ってたわけ、うん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 、そしたらさ病院について車から降ろされました、はい、あれ歩けないあれ歩けないと思って警備員さんとってもいい人で、うん、なんか無線っていうかさ、うんうんうん、あれでちょっと駐車場まで車椅子1台おかっこいいって思って誰って思ったら私だったの車椅子で運ばれて人ごとみたいに言ってるけど、うん、きついですかうんきついですよってもうかなりきついですよって言ったらいや死にそうな顔してますよって、うん、そっかと思ってああきついほんときついなと思って、うんうん、で受付に行ってこういろいろ話するわけじゃないどこの科に行くか、うんうん、救急にするか、うん、内科にするか、うん、で救急に行くと、うん、また内科に移された時に、うん、同じ検査しなくちゃいけないわけ、うん、あのレントゲン撮ってももう一回とか、うん、血液検査してももう一回とか、うん、いいでしょ同じ病院なんだからって思うのにそれが嫌で、うん、いや大丈夫内科で見てください内科でで、うんうんうん、でもすごいやっぱり痛みがひどくて、うんうん、うーって言ってたら、うん、お盆明けでやっぱりすっごい混んでたのね、うんうん、いやでも進み早いなと思ったらやっぱりこうなんかこうやってくれたんだろうね、うんうん、読んでもらってもう次から次と検査されて、うん、たらいまじゃないですよあちこちに検査でねそう、うん、で一回採血して、うんなんかそれでもいっぱい取られたのに、うん、なんかちょっとその数値が良くなくて、うんうんうん、でもちょっと全部終わってから、うん、また両腕から両腕でこう固定されてね、うん、でなんかイソジンで今回は消毒してやりますとかちょっと特別な検査なので量も多いです半分誰かに取ってもらって意味ないさあそんな感じでうんうんうんでエコーとかもやってもらって、うん、で先生も見たと思いますけど私もじゃあ見せてくださいねってエコーの画像の先生が、うん、面白いな、うん、この人と思って、うん、グッと押すじゃないあーってなんかもう強烈って思って、うん、あなんか映ってないなあここ映るな映ってないって良くないこと考えるわけじゃない、うん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 、何って思ってたら、うんまあ、結果的に、うん、まあなんだっけあれよ腎臓結石それそれなぜ私が言うでいろいろこう点滴してたら、うん、担当の先生が走ってくの分かんないね、うん、こんな病院の中何をそんな走って伝えることもないでしょうと思ったら、うん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 、シャッってカーテン開いて、うん、痛かったでしょって言ってこれは痛いですよって入ってきて、うん痛かったですよすごくなんで救急車で来なかったんですかいや救急車なんて思いつかないぐらい痛かったから、うんうんうん、もう痛みのよで余裕がないっていうの初めて分かったすごいですね痛みで余裕がなくて救急車呼べないっていうのもすごいですね、うん、で私が痛すぎて喋らないから子供たちも気づかないわけよ、うん、ただ
おかしいなって思うから長男はもううろ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 して一番なんかこう絶対病院行った方がいい、絶対これは行った方がいいって、お盆のせいじゃないってそんなバカな話はないっていい加減そこにいるのはやめてくれってこのまだ俺たちは3次元にいるんだから3次元の話をしよう、頼むから3次元 の, あのテーブルに乗ってくれ、今痛くて乗れないしっていやそういう話じゃないよとか言われながら、まあね、でまあいろんなことを先生と話すわけでございますよ、で先生がもう爆笑しちゃってねそんなのってあるんだって、腎臓結石って、とんでもない痛みですよって、とんでもないですよあっさりしてるけどそうめちゃくちゃ痛いですよ、ほんとほんととか言いながら、でもなんか点滴効いてきたみたいとか言いながら、痛み止めをこう15分ぐらいでこう止めるやつで、で私ボルタレンとか使えないから、で先生がこの薬で効かないときはちょっと麻薬系の使いますって言って、みたいな、ってモルヒネえみたいなね、そんなの思いながら、なんかでも朦朧としてるからまだ、でまあ不思議とね、この先生が出ていくと次男坊が来る、次男坊出ていくと先生来る、全然先生と次男坊が話せないもんだから、もうしまいに先生に申し訳ないですけど、先生の言ってることはほとんどよく理解できてないので朦朧としてて、外に次男坊いるので次男坊と話してくださいっつって、いやもう本当に痛かったでしょ、皆さんお気をつけ遊ばせですね、本当に脇腹痛くなったら、まあ腎臓結石とかね尿管結石疑った方がいいですよ、この尿管をくぐる時通る時に痛みが出るって、だからそれまではねあんまり症状が、自覚がないんです、あんまりないって言うけど、この2ヶ月ぐらい私すごいだるかったわけ、で先週の火曜日に、今日顔でかいんですけど私とかって言ってむくんでたんだよね体が、もうね、いやなんかこう病院でこう、まあ、心配かけたから、親とかに腎臓結石だってとかでだなんかごめん腎臓結石だってとかいろいろねこう送って、そしたら周りが慌てちゃって、なんか病院にいんの家にいんの、あうち出所してきましたでも大丈夫ですかって言ったら出所してます、出所しておりますって言ったらうん大丈夫、病院から出てきたんですねって思いながら出所ってって思いましたからね、いやいやいや入院した方がいいんじゃないって言われて、病院にいてもあの家にいても痛いんですよねって言ったら、そうですねって言われて帰るってまあ変わらないとしたらお家の方がまだいいんですか ね、まあねそんな感じで、本当皆さんにはこの痛みを味わってほしくないなと、ちょっと憎たらしいやつは味わってもいいかなと思うんですけど、まあ、でもやっぱりかわいそうかな、例えばどういうことに 気をつけたらとかってあるんですか、なんかこう調べたら、カルシウム不足でも良くないんだって、昔はなんかカルシウム取らない方がいいとか言ってたらしいんだけど、カルシウムが腎臓の中で、その固まっちゃいけない成分とかをこう吸収してくれて、流してくれるって、だからやっぱりね、男の人にやっぱり多いらしいんだよね、この尿管結石とか、よく、ね、お酒飲むとか、あのプリン体多く取るとかさ、お肉好きとか、で女の人って珍しいんですよとか、でもこの頃やっぱりこの和食じゃないものに変わってきてるもんだから、なっちゃう多いんだって、でも私本当にそんなにお肉食べない、でもなんかやっぱり食べない人がちょっと食べてもなるんだろうね、それだけ、まあ、抵抗じゃないけど耐性的なものが少ないってことですかね、お肉に対してね、酵素が少ないだろうし、あ、そうか、分解酵素がそもそも、そういろんな酵素が少ないと思うジェヒョンお見舞いにコインありがとうございます、ありがとうございます、これで番組が切れずにもうダーッとね、続いていくかなと思います、はい、あの気力で乗り越えていきたいと思いますよ、はい、はい、よろしくお願いします、はい、皆さんめまいしております痛みでこうね周りがぼやけてる自分意識飛ばなきゃいいけど、はい、頑張りたいと思いますよ、はい、まあそんなこんなでお互いに大変な急盆でしたね、急盆は本当びっくりしましたね、ね、まあ山ちゃんはねやっぱりこっちのねやっぱりうとうとというかね、仏壇あるので、はい、あのね、はい、お忙しい急盆でしたでしょうが、そうですね、どうだった、運慶っていう最初の日と、はいはい、最後の日那覇に僕仏壇があって、あ、そう、はい、子供連れて行ったんですけど、あ、偉いね、でもやっぱいいもんだなと、
そうだよね、はい、思いますね。なんか羨ましいよ、ある意味。うん、やっぱりこっちに身内が いるご先祖様がいるからこそできるこう、うんうん、行事じゃない。そうですね、やっぱりこうずっと伝わってきたことができるって羨ましいわな。向こうのお盆はどんな感じなんですか。あっちはね、やっぱりね、だってあのもう8月の13、14、15って決まってて、うん、で13日にお迎えして15日にあの、うん、帰っていただくんだけど、うん、で16日に帰ったご先祖様のところにみんなでお墓参りをする。でまだ帰りきれないで忍びないご先祖様は20日のお盆にお返しする。それでも居座りたいご先祖様は31日に返す。へえ、そう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 。だからまあ大体8月いっぱいお盆ですね。そうで16だったかな、なんか地獄の釜のなんちゃらが開く日みたいな。へ、うん、だからなんかね、うん、まあお彼岸まで残ってる人もいますけどね。だから本当はこの人造形石にならなかったら、うんうん、ちょっとこうこの世とあの世の不思議なね、うんうんうん、あのお話をしたかったんですけど、人造形石の方を優先させていただきました、うん、そうだからね、さっき山ちゃんもありがたいことにね、はい、あの生きててよかった、生きててよかったの曲をかけていただきまして、はい、そうですね。で今日のテーマのいろんなところではあのちょっとあの、はい、Facebook でお友達になった方で、うん、このねカントリーの曲をやってる方で、はい、今日いっぱいいろんな曲を教えてもらって、うんうんうん、あーなんか懐かしいなーって、ちょっと私の人生のねこの転換期の時に、うんうん、ブルーグラスとかちょっと聞いたので、はい、それを思い出したというか、その話もちょっとそのなんか時に話せたらななんて思っております、はい、では皆さん3、いや20秒後、はい、ではでは、はい、終わりますよ。終わるから次、はい、待ち伏せから行きますよ。じゃあ好きって何？どうしてどうしてじゃないか。なんだこれ。あれか。帰っていく子、今で言えばストーカーだよね。昔の曲多いですよね。うわ。今松任谷由実さんの待ち伏せがかかっております、はい、なんか待ち伏せっていうとどうしても私の中には石川ひとみさんが出てくるわけで、あの可愛らしい声で待ち伏せを聞くと、うんうん、なんかこう切ないなとか片思いだなって思うけど、うんうん、でもストーリーを聞くとね、今言ったらストーカーだよね。帰り道をこうね見てるとかさ、こうなりたかった、ああなりたかった、そ妄想族だろうみたいな、怖いと思いますけど。あの何気に昔の曲多くないですか。怖い怖い、いっぱいあるよ ね結構ありますよね、うん、まあまあありますね。あの結構うん、あのキロロの青の呪文なの、うん、あなたに雷が落ちればよかったのって。いやそれは思いのことをね言ってるんですけど、はい、結構なんか好きなものをちょっとこう、うんうん、ディスりたくなる私でございます。はいはい、ね、本当になんか、うん、そこがこの今松任谷由実さんのこののぶとい声で、うん、夕暮れのってきたもんだから、うん、おーと思いましてね。大勢がおーってなったわけでございます、はい、これ今日の、BGM 選んでくれたのは美里なんですよ。そうなんですよ、私がちょっと探してみました、はい、この頃美里頑張っておりましてね。あの先週あたりからこうバンバンこう一生懸命この番組の構成考えたりとかねやってくれて頑張っておりますよ、ミサト。はい、なんとか頑張っておりますけども、まだまだあんまりそう曲を聴かない、聴いて育ってないんですよ、小さい頃から。私も本当にだからなんか いつもこうリターンマッチじゃないですけど、同じ曲ばっかりこうリピートリピートリーバイスってあるじゃない。あ、なんだっけ、リーバイスじゃないよね、なんだっけ、なんだっけ、沖縄市に、うん、なんだっけ、んなんだっけ、黄色い看板の、うん、あー忘れた、オーリーデイズの曲ばっかりやってるところがあるんだよね。はい、いつみちゃんっていう子、リージョンじゃないねー、なんだっけ、なんかリーがつく、そうリーがつく。みんなしてリー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 、なんだっけ、みんなわかる、ちょっとググってわかる人。まあで今日のテーマは、はい、今日のテーマは一妻、はい、一妻じゃなかった一妻一妻ちょっと言い換えると一妻、一妻って聞く、一妻、もうちょっと噛んじゃいましたね、もう一気に噛んじゃいましたね。珍しいね、ミサトが噛むなんて。ちょっとラジオで噛むのは珍しいですね、はい、すいません、はい、一つ目、好きって何、好きって何、はい、二つ目、私だけ、
ね、はい、私だけ後回しにしましょうね。好きって何、はい、好きって何からあれに行く前に、じゃあ皆さんのコメントいきましょうか。はい、コメントいただいております。緑のマスターから、こんばんは、姉さん体調大丈夫なの、無理しないでよと。無理しております。はい、かなり無理しておりますね。はい、人生送りバントだから、はい、安定のポカリセットこちらでございます。 CM 欲しいわけじゃないんですけどね。でも FM 機能案ではどっから協賛来ても喜んでお受けいたしますよね。私たちの番組に関係なく、FM 技能案に協賛になってください。いいですね。そしたら山ちゃん、はい、エリューさん の言ったからだな、じゃあ焼肉をもろうかな。もちろんです。焼肉どころか何もう。でもさ、沖縄焼肉よりステーキの方安いよね。あ、そうですね。確かに、うん、焼肉誘うよりステーキ誘った方が、うん、ごちそうするなら安上がり。うん、確かに。間違いない。リレーションズでした。あ、リレーションズ。十じゃない。リレーションズ。リレーションズ。リレーション十ではないです。リレーション十。可愛かったですね。いやいやいや、皆さん仲良くやっていきましょう。ですね。はい。はい。緑のマスターから、旧本入見に行くってダメよ、ダメダメと。ダメよダメダメってあったよね。ありました。グループです。エレキテル、違う、そう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 、エレキテルあってますよね。うんうん、そうそうそう、ダメよ、うん、ダメダメ、あけみちゃんか、あけみちゃん、あけみちゃん。私どうしても宮古守くんで覚えてしまって、キャラクターを、うん、ダメ、全く別物ですけどね。一服堂さんから、はい、超お久しぶりです。お久しぶり、お久しぶりよ、いつで、うん、いつ帰ってきてもいいからね。はい、はい、そうです、そうです、はい、緑のマスター、姉さんのあの歌ね、僕はディスらないから大丈夫よ。もうそうね、ジェヒョンのお店で歌ったらもう、はい、ずっとディスられまくりますからね。でもこう、あ、どうぞ。愛があるディスりなんですよね。そうそうそうね、コウタロみたいな。でもそこをジェヒョンはなんか、はい、あ、姉さん大丈夫かな、大丈夫かなってこうカウンターの中で手をこうもみもみしながら、あ、大丈夫かなみたいな、可愛らしくこう見守っているという、温かく見守ってくれるんですね。 それは私がゲラゲラ笑ってるから大丈夫なんだろうな、この二人なんかちょっと大丈夫かなっていうね、うん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 、そんな感じでございますが、はい、はい、こんな感じかな、ね、うん、そうですね、はい、では皆さん今日の、はい、テーマの、はい、好きって何、うん、好きって何ね、うん、好きっていろいろありますよね。人参が好き、じゃがいもが好き、ほうれん草が好き、うん、はい、あ、バスケットが好き、バドミントンが好き、いろ、うん、んな好きがあります、うん、あなたが好き、あの人も好き、この人も好きみたいなね、うん、でその好きってなんだろうみたいな、うん、なんかさ、よく好きって何って言うと、愛とは違うよねっていうので、すぐ英語だったらこう分かりやすいんですけどねって誰もが言う、うん、そうです ね英語だと I like you ですし、もしくは愛してるだったら I love you なので、ね、うん、でもその中間もあるよね、気持ちとしては。気持ちは全然あると思いますよ。なんか好きからこう愛してるにの間は全然ありますよ、うん、ね、うん、さ、でも好きな、あ、まあ恋愛で言っちゃうと、好きになっちゃったら、うん、あ、お付き合いしたいなとか、一緒にいたいなとか思うわけじゃない、うんうん、でも私ね、どう、美里、好き、やっぱりそうだよね、うん、そうです。でもまだ好きの段階だと、あー、でもそうだな、だって愛してるまでいかないじゃん、付き合う時って。うん、それまでは、うん、まあ会いたいなとか思いますよね、うん、もっと頻繁に会いたいなとか、連絡取りたいなとか、うんうん、まあ接点持ちたいなってことですよね、もうちょっと頻繁に、ね、うん、でも私ね、なんかね、うん、もし恋愛の好きとかなんとかっていうんだったら、うん、私は好きっていうのは、うん、どっちかっていうと、うん、憧れに近いんだよね、感情が。おー、うん、なんか好き好きぞっこんみたいなんじゃなくて、あ、これごめんなさい、私のメールアドレスですね。そうですね、好きっていうのは、うん、憧れに近い、あ、なんかこの人素敵だなとか、あれみたいな感じですか、うん、まあ、例えば芸能人とかああいう人たちが、その好きとはまた違うけど、尊敬とか憧れの方ですか。そうだね、うん、だからなんかこう、あ、こうこの人のこういう考え方が好きだなとか、なんかこうちょっとこう好きだなっていうのは、こう一歩踏み込んで踏ん張ってるみたいな、好きですみたいな。なんでそんな力入ってるんですか。この感覚いいなとか、うん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 、なんかハイタッチしたくなるような好き、あんたもそこ素晴らしいですよねとか、その考え聞かせてくださいよみたいな、うんうん、だからね、だから認めてるというか、やっぱ本当そうですね、尊敬とかすごいですねっていう、どっちかっていうとこう力強さというか、なんていうんですかね、なんか仲間的な、なんかこう
こうがっちりくるような感じ、グラム組む気あるみたいなそんな感じですね。そう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 、確かに、うん、そっか、そう、だからね、なんだろうな、うん、こう、だからね、それがうまく伝わらなくて、距離ができちゃう時ってあるよね。ちょっと待って、そういうんじゃ まだっていうかね、うんうん、まだそこまで行ってないんですけど、うんうんうん、みたいな。好きの幅が大きいですよね。そう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 、ね、さっき言ったみたいに野菜が好きから、うん、もうそれこそこう本当に恋愛感情の好き、そう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 、いやその前にまあ尊敬があったりとかなんとかっていうのがいっぱいあるの でその段階は人それぞれじゃないですか。そう、なんか思わず今リンゴが浮かんだんだけどね、私の中に。え、なんと、もう深い話になるのでこのリンゴは置いておきます。一回置いておきますね、はい、そうそうそう、金あのね、うん、そう、禁断の実のリンゴがちょっと出てきたんですけど、あ、まあちょっとそれ置いておきましょうね、うんうんうん、おい太郷くん久しぶり、はい、で1週間ぶりですね、1週間ぶりですねそっか、でも本当たくさんあるから、相手のこう自分が思ってる好きと相手が思ってる好きっていうのが一致してない時もあるじゃないですか。あるあるある、テンションとしてね、うん、うん、そこまではいかないとかあなたそこまで来てなかったのとか、うん、あるよね。ありますあります、とってもなんかこう自分だけ突っ走って、そう思ってんだろうなと思って突っ走っててふっと振り向いて、あれみたいな、あれ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 、C&K の曲の抱きしめたい、うん、あ、歌詞どんなだったっけな、あとね、嫌いになれたらいいのに、うん、なんか嫌いになれなくて、でなんかこう自分だけやっぱり走ってた、気づいたらあなたはおーみたいな、まあこれは過去の話ですけどね、うん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 、うん、でもそうですね、よくありますよね、やっぱりどうしたって、うん、思いは人それぞれなので、うん、まあ過去の話ですけど、9月がちょっと目処ですけどね、あ、よしよし、売れまして、はい、気合い入れ直しましたよ、はい、そうですね、はい、うん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 、そうだな、好き、うん、違う、なんか好きは本当に、うん、私なんか日本の、うん、日本の色の分け方ってもうとんでもなくいっぱいあるのよ。ありますね、綺麗な名前がいっぱいありますけど、そう、でも本当にいっぱいありますよね。あれぐらい好きの形とか、うん、感覚ってあるんじゃないかなと思って、だからあなたの感じてるものだけで判断しないでって思っちゃう、うん、それで去っていかないで、あ、確かに、そう、だってなんだろう、それはあなたの感覚であって、そう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 、こっちの好きはまたちょっと違うんだから、うん、まあどう変わるか分かりませんけどね。なんか今思い浮かんだのはラグビーボールをこうパスするときに、うん、あの回転かけるような感じで思いましたっていうのがねいろいろあるじゃんみたいな、ありますね、いろんなね、こう投げ方でパスの仕方もありますから ね、確かにな、好きは好きっていうのは本当にか数限りない時代ですけど、あるよね、ありますね本当に。でもそれをあれですかね、自分の物差しで測るから、相手の感情すらも自分の、うん、物差しで測ってしまうから、勝手にもう違うんだとかっていうのが出てくるってことですね。はい、ゴールに来ましたあれすいません、いや、いいの、本当そうなのよ、うん、どうしても自分の感覚の好きとか、うん、この好きになるなんかなんていうのかな、段階とか、うん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 、好きになる空気感とか、うん、こうまあいい意味の地雷じゃないけど、好きになるこうポイントみたいなのあるわけじゃない、うん、ありますね、こうあのありますねあのプチッと押してハッってなる、やば押しちゃったみたいなねやばい、これミサトは何、私はふとした瞬間にあの相手がなんだろうな、相手がやっいることに対する自分のその居心地の良さだったりとか、距離、例えばこの距離が近くても自分が居心地の良さを感じた時とかは、うん、あっと思いますね、あの人とのこの距離感とか、あの本当にレジで知らない人に並ばれると、私本当に異常な距離感を示す時があるんですよあの Me too でございます、ですよね、なのでこう近くで感じるときに、うん、そこに対してなんかしっくりくる感覚だったりとかっていうのを感じると、はってやっぱり思う、あるよね、うん、しっくりきすぎて慌てた人ですからね、 ね、そんなこともね、周りに人がいるのが気づかなかったっていうそう、何人で泊まってたんだっけあの時、総勢1、2、10人越し
多分それくらいはいたんじゃないですかね。で、あ、でもあの時あの時は1,2,3,4,5,6,7 7人ぐらいだったのかな、あの時間は多分。あ、そうか、うん、7人ぐらいです。そう、面白かったんだよ、そのシチュエーションがね。そうです、そうです。お互いに別々の部屋から出てきて、おはようって言って、うん、なんかやっぱり酒残ってる、うん、って、うんうん、味噌汁でも作る、うんうんうん、その前にお茶入れるっていう、うん、それがあまりにも普通すぎて、そう、キョトンとして照れくさそうにみんな散ってったみたいな、ね、そうそうそう、あの周りの方がナチュラルすぎて、私たちいるの気づいてるのかなみたいな、私たちいる、うーん、でも誰も何も発さない、多分誰かがその空気をさ、みんな察したんだと思うんですよね、みんな何かを察したんだと思うんです。だから誰も何も言葉を発さずにただただ見守るで見て見ぬふりをするっていうそれもおかしいよね。あの本当にちょっと勉強会っていうかね。そうです、そうです。何あれ、ワークあれ2泊3日3泊4日でも多分2泊3日ぐらいだったけど、台風で3泊4日になったんじゃないかな結局ね。うん、本当大笑い、うん、で本当にで、この写真撮ったの誰って、うん、いやこうですよ、ですよ、え、みんないたのみたいな、めっちゃいましたからね。なぜ気づいてないって思うぐらい、逆に気づいてない方が面白かったです。え、気づいてなかったんですかみたいな、みんないましたよ、誰誰いましたよ、誰誰いましたよ、いた、外にいたんじゃないの、エリュさんいました、あの時はこうしてこうしてこうしていましたよって言ったら、おかしいなとか、いやいやこっち側のセリフですとか思ってもうね、まさかのね、うん、ね、楽しいですね、楽しいですよ、うんうん、でも私だけじゃないんですよ、うん、このメンバー揃うとそういうことが起きるの、よく起きますよそれが美里だったり、はい、また他の人だったり、そうです、そうです、なんかはってこうなんかあなただけ童話の世界に入ってないですみたいなね不思議なこといっぱいありますけど、起きますね、うん、本当に。そっか、好き、山ちゃんはどんなこうスイッチ、こう好きって思う時ってこうなんか好きにすぐ好きにはならないって言ってたじゃない？うん、そうです。ね、一緒にこういて、はい、何を感じた時好きになっちゃうの？なんだろうな。一般的なこの恋愛感情みたいな。なんかですね、一定じゃないんですよね、うん、それが。うん。じゃあ例えば。例えば、うん、まあ、うん、スタイルとか。おお。はいはいはい、もう男男でごめんなさいなんですけど、いいですよね、だってここ女しかいないから、はい、やっぱり男の目線もね、うんうん、必要ですよ、うん、勉強、うん、スタイル、なんか意外とスタイルいいなとかうん、うん、が分かったらなんかハッてなったりしますね、うん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 、あとは、あとはやっぱりさっき美里さん言ったみたいに居心地の良さとか、うん、そんな感じかな、うんうんうん、ねえ、あるよね、ありますね、私もやっぱり居心地の良さかな、うん、居心地の良さが、うん、なんか本当にこうなんて言うんだろう、こう空港でじゃあねっていう時に、うんうんうん、なんかその空気感が妙に、うんうん、あれっていう時とかね、うんうん、なんかこのやっぱりこの空気感、居心地の良さでドキッとする時はあるよね、うん、ありますね、なんか、うん、あと何の時があるかな、うん、まあめったにないですけど、うん、例えば握手をするとか、うん、相手と何かしらの時に、まあ、握手ハイタッチでも何でもいいんですけど、うんうん、なんか触れた時に違和感を感じないというか、あ、なるほどね、うん、そういう時もありますかね、うん、あとなんだろうな、あのときめくことはちょいちょいあるので、うん、なんかキュンってはするんですけど、それが好きとかではなくて自分の栄養源だと思ってることが、ね、キラキラするためのね、そうサプリ一錠みたいな、そうサプリ取った今日のサプリみたいな感じの、わかるわかる、うん、だからそれが別に、また私のこのわかるわかる言うとエリューさんあちこちでサプリ食べまくってる人とか言われるので思ってください、思ってください、はい、それぐらい輝ければいいんですけど ね、そうそう、ちょっとエリューただいま疲れております今疲れてますね、そうそう、うん、なんかそうですね、なんかそれとはまた違くて、はい、なんかもっとこうしっくり落ち着くような感じとかがあると、うん、なんかこう、あ、好きとか、うん、なんかちょっと積もっていく感じですね、私はね、うん、これはまずいと思う、あのどれでしょう、あのほら、うん、可愛いって思っちゃったらアウト、はい、あのこのセリフ出てくるとエリューさん
エリさん、そう気をつけなくちゃって思ってこう黄色いテープを貼りまくる、ね、そうそうね、こういっぱい貼りますよね、そうそうそう、急にここから入っちゃダメよみたいな、立ち入り禁止がね増えますよ、そう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 、はい、かわいいって思うと、うん、やばい、かわいいか、私はもうかわいいと思ってしまうともうこれもかわいいで終わってしまうんですよ、エリさんの場合かわいいって思っちゃうっていうのを、かわいいってセリフが聞こえてくると、エリさんそろそろかなって思って、あのそろそろとこ立ち入り禁止のテープかなと思って、かわいいねっていうかわいいとはちょっと違うんだよ、またちょっと違います、ね、うん、またな、これなんて説明したいんですかね、あのうまく説明はできないんですけど、こう聞いててこう、あこれはそろそろ立ち入り禁止テープかなとか思ってすると当たったと思いますね、やばいって思う、この頃自分でテープはまた貼っちゃうから、そうですね、そうですね、まあいいんですけど、いいんですけどあの OK といいんですけどはこう、うん、あのだからよと一緒、そうですね、はい、ここからもうこの話はやめましょう、うん、はい、そうです、まあそんなこんなでね、コメントもいっぱい来ておりますね、はい、いただいております、はい、ですね、あ、こちらですね、もうちょっと、うん、あ、緑のマスターから、あ、これはさっき読んだやつですね、ペクトーさん、あ、私も同じく憧れから入る、そうそう憧れ、うんうんうん、尊敬できるっていうのはとっても大事なポイントですよね、うん、相手を対してね、なんかね、うん、やっぱりねすごく、うん、すごくこう大切にしたいっていうのも、こう別になん、うん、恋愛とかの大切じゃなくて、うん、この人のこの考えとかこういうことを知りたいとか、なんかすごいなってやっぱり思うことがあって、あのね、あこうそういう意見とか私に手厳しいこと言ってくる人少ないので、うんうん、そっかそっか、うん、まあその人と、はい、あの美里と、あ私も入ってます、美里結構言ってくるよあの人はやめといてくださいね、あそうですね、あの、うん、本当に感じた時は言います、ね、まあ、これちょっとエリューさんやめておきましょう、今日は帰りますよとか、うん、これちょっと無理しすぎです、このこれ断りましょう、オッケーオッケーオッケーとか、これダメですよ、仕事の約束だからこうなったら大丈夫、私が言いますみたいな、結構うち美里厳しいんですよ、うん、そうそう、ビシッバシッ、あの、はい、徐々に覚えてきました、はい、はい、もう安心安心安泰、もうありがとうございます、ありがたい、はい、はい、緑のマスターから、はい、好きその1、山ちゃん好き、誠大好き彼女かです ね, ね、あの付き合ったよとか恋人できたよって言った、うん、彼女の名前じゃないかな、あ、きっとそうでしょうね、誠さんは、うん、誠さんね、きっとそうかしら、はい、ね、一服堂さん好きの種類もいっぱいあるよね、あるある、好きになってもどうしようもない、うん、何もできない好きもある、うん、そっか、なんかさ、うん、好きになって苦しくなるのは、うん、今の流れを見ずして自分の、さっき美里が言ったように、うん、自分の物差しとかだけで測るから、うん、こうなりたい、ああなりたい、こうしたい、こうだったらいいのにっていうところに行くから苦しくなるんだよね、うんうんうん、で相手はどうなのかなって見た時に、うん、相手のペース、相手のそのね、自分の物差しと同じように相手のメモリはどうかなって思って見た時に、それさえちゃんと確認できれば、うん、私そんな苦しいかなと思って、うんうんうん、その確認が難しいですよね、あそうなの、はい、あそっか、私は相手が何とも思ってないだろうなっていつも思ってるからかなそれでも正解かどうかはね、なんかね、うん、きっとそうかも、いやいや気のせい気のせいとか、あでも結構好きと思ってたら冷静にはなれなかったりする時もあるので、客観視は難しいのかな、そっか、私客観すぎるのか逃げすぎるのかいや好きって分かって、うん、あずっと見て、うん、相手がなわけないよねって思っていやなわけないなって思いながら、うん、こうエリさん好きって言われて、ああそうだよねみたいなそんなのやめとけやめとけって思ってですね、それは物差しを確認してるんですか、うん、見て見ぬふりをしてるんですか、どっちですか番組ダメになるからいいとこで行こうね、そうですね太鼓さんですね、はい、ヤッホー体調大丈夫とコメントいただいてます、そうですね、うん、うん、笑いもてんこ盛り痛みもてんこ盛りみたいなねいい感じでございますよですね、はい、ペクドーさん片思いもいっぱいあると、あ私片思いばっかりだな、うん、片思いで相手のなんか反応が出そうな時、うん、シャットアウト片思いで終わらせたらなんか
大丈夫みたいな無理やり終わらせてるみたいな。もうあって怖いんだもん。そうです ね、はい、はい、あのちみんさんですね、はいはい、えりゅうさん、みさとさん、皆さんこんばんはと。はい、お久しぶりです。久しぶりですね。変わりないですか？元気ですか？はい。一服堂さん、好きでい続けることで頑張れたりする。ある、これはそうですね、うん、うん、でもさ、こうなんかそれが顔に出なきゃいいけど、私にやけるから、うん、はいはいとか言ってこう返事しちゃったなんかニヤミーンってなった時やばって思うよね。そうですね、あ、言っていいのかな、あの皆さんよく見るとあのエリュさん可愛い顔してますよふふふってなりますけどね。はい、それはどんな人ですか、ね、いっぱいですからね。本当好きはいっぱいですからね。うん、あ、ほら何かをね、ほらエキさんの場合ね、チビちゃんたちとか思い出してにやけてたりする場合もね、きっとあるでしょうしね。うんうん、うん、そんなこともね。まずだ、おチビで笑ったのが、うん、お母さんどうだったん、大丈夫って、うん、で、ほら、あ、もうね、こんなに痛かったのは腎臓結石っていう病気だったからだよって言ったら、うん、え、っていうわけ、うん、どうしたのって、どこ行っちゃったのって言うから、えって言うから、腎臓結石、結石ってどこに行っちゃったの、戻ってくるのおいおい、え、僕のは血液から来てるからおいおい、違う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 、意味が違う、感じが違う、うん、でもまあいいな、ちびちゃん、うん、もう娘もなんか同じでしたけどねあのえ、治る病気って、治るよかわいい、治るよ、うん、うんうん、そっか、そう、なんか激痛とともに去っていく。だからね、今私の中でキーワードになって、今あちこちで選挙の話ばっかりじゃない、はい、やっぱり沖縄だともうすぐ、うん、あの宜野湾だと市議選があります、うんうん、でその後に県知事選があります、うん、ね、うん、で中央の方で、うん、ね、自民党の総裁選が、はい、安倍さんだけじゃなくて、ね、うん、出てるから選挙になったんだけど、うん、石破さんっていう名前を見るたびにねもうズキンって痛むのなんか石がこう破壊されるっていう、こうね、はい、イメージでしょうね。血を見るともう腎臓結石がズキンって痛む、うんうん、なんかあの1センチ10ミリ以上だと、うん、あの外からこうね衝撃波を与えて砕いて流すっていう感じするんだけど、はい、うん、でもそれが一番楽らしいよ。あ、そうなんですね、うん、まあ、砕くから結果出るときは小さいってことですよね、うんうんうん、でもなんかその衝撃を与えるっていう、その衝撃っていう時点でもう今すでに痛いわけじゃないですか、うん、そこに衝撃を与えるわけでしょ。そう、でも私の人生衝撃ばっかりだからだからなんかさ、こんなに我慢しなくてよかったのにとか、なんでこんなに我慢したのって、うん、いや我慢してるかどうかなんて分かんないよ。確かにそうですよね結果言われて今ならそうだったんだって思いますけど、だからそうで我慢しなくていいよって言われても、うん、ずっと我慢して生きてきちゃったもんだから、うんうん、分かんないんだよね、どこで甘えていいか何が我慢してるんだろうってなっちゃいますよね。誠実で嘘をつかない、うん、優しい人捜索中、はい、はいね、シンプルなんですけどね、はい、本当に、はいはい、あ、トリオンさんから久しぶりにこんばんはと来ております、ね、こんばんは、トリオンさんいかがでございますか、うんうんうん、はい、ですね、つかぴーさん、エリューさん、みさとさん、皆さん、皆様こんばんはと、はい、こんばんは、つかぴー元気、うん、本当ですね、トリオンさん、私の場合、相手の物差し、気持ちを全てではないけど尊重しつつ、相手に告白したかな、相手ありきの自分だし、しかも同じ趣味を共有しながら同じ時間を過ごしてますね、素敵、いいですね、うん、なんか、うんうんうん、あのうん、なんか私も相手に合わせるタイプだったの、うん、で、かなりのアスリートだったのでもう大変だったわけそうですね、そう、うんうん、でも、うん、別れてよかった、疲れたアスリート、あー走るの飛ぶの、うんうんうん、もうスクワットだのもう仮面してと無理無理、やっぱり自分の時間は自分で過ごしましょう。そうですね、自分が好きなように過ごすのはいいですよね、穏やかな、なんかね本当にやってもいいって思う時間だったら一緒に生きてもいいけど、うんうんうん、ちょっと私お茶飲んでるわって言える自分になりたいというかそうですね、はい、いいよ行ってきてって言える方がいいですね、はい、なんかね、でももうこの年だしな、少しでも長くいたいって思えばやっぱり無理するのかな、いやお家で待ってるわって言おうかな、そうですね、それがでも一番かもしれないですよ、ね、無理して結局ね途中で息切れ起こしても大変なので、うん、そうごめんちょっと救急車みたいな帰って大変しますね、はい、本当に、はい、はい、でナチュミンさん、エリューさんには実力行使をしきろうと、
でも どういう意味ですか。立ち入り禁止とかのテープの話ですかね。ああもう切ってね、うん、でもなるほど、そっか。ジェヒョン恋ありがとうございます。 ありがとうございます、はい、もうねジェヒョンの恋のおかげでね、うん、もうこう切れずにビューンといい感じで、はい、いくと思います。はい、一服堂さん壁からじーっと見つめられてますね。わお、ね、はい、つかぴーもありがとうございます。ありがとうございます。一服堂さん、そっち可愛すぎると来てますね。おちびちゃんのことかな、はい、多分あの、うんうん、でトリオンさんもおちびちゃんって言って笑ってますね、はい。ナチュミンさん、家のちびなんて私が病気の時は勝手に実家の方に着替え持って行っちゃうからね、私一人ぽつんよだいぶしっかりしたちびちゃんですね。逆にしっかりしてんじゃない、うん、そうですね、うんうん、なんかですね、もう自己責任をね分かってるですね。トリオンさん元気にしてますと、おそれは何よりでございます、うんうん、本当ね、はい、会いたいですね本当、うんうん、絶対年内行きたい場所は福岡、うんうん、徳島、はい、北海道、はい、お腹鳴ったなんでしょう、美味しいものを求めてるんですかね、きっとね。北海道のちゃんちゃん焼きを思い出した瞬間に、ちゃんちゃん焼き美味しいですよね。本当好きって本当にさ、うん、やっぱり何にしてもそうだけど、うんうん、あの自分自分で言っちゃダメよね。うん、うん、でもちろん、うん、なんかこうもちろんこっちも自分自分じゃない、はい、相手もなんかこう、うん、あの突っ走らないでほしいよね。それはもちろんそれで、うんうんうん、でもなんか今自分自分って言ってエリさんが言ったので思ったんですけど、うん、好きってわりかし自分自分になりやすい場所かなって思いました。相手の物差しで見やすいというか、相手の物差し、自分の物差しで見やすい立ち位置というか、ね、うん、見てしまいがちな立ち位置なのかなと思います。好きという気持ちの時はですね、まあね確かにね、うん、なんか誰もがホタテのバター焼きが好きなわけじゃなく単に醤油と酒だけでいいっていう人もいるから、はい、そういうところも含めて相手に聞いてほしいっていう一言聞いたらいいかもね。そうたった一言なんですけどね、うん、あなたはどうとかどうしたい、うん、とかそれが一言あれば、うん、全然違うんですけどね。あんまりね、うん、そうね、うん、あそうだそうだ今回やっぱりね、うん、サルサ、はい、ちょうど木曜日のサルサのレッスンが終わって、うん、フリーレッスンは私しなかったのよ、うんうんうん、とってもだるくって、うん、でおかしいなって思って帰ってきてからだったから、うんうんうん、ある意味いい目安になってる。サルサがレッスンできるかできないかが、うん、いろんなこのバロメーターになってる。まあでもそういうのあるといいですね、うん、自分の中でのね。そうそう、うん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 、確かにな。コメント来てますね、はい、一服堂さん相手色に染まりたい。あそうなんだ、ほうほうほう、なるほど。そうか、うんうん、私は自分の色と相手の色と、うん、あと周りの人たちでいろんな色作ってきた、うんうんうん、それの方が楽しそうですね。もう疲れた結果うん疲れるすいませんちょっとね遠い昔を思い出してしまって今そうそう2人こうちょっと過去を今過去の方に飛びまして今あでもね疲れたけどこの疲労感というかもう、うん、体験したからこそ、うん、そうそうそう別にそれがなんか嫌だったらとかでも何でもないんですよ。違うだろ嫌だったの嫌でしょ。だから疲れてるから今 は、 あ、ごめんなさい、今は嫌ですよ。過去の分がなんだろうそれがあったから今なんか分かるだけでそう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 ですよ。そういうことですよ。もう一回って言われたらいいです。嫌だよもう一回はいいです。それはもちろんそうですよ。なんかもうね、うん、ねえみたいになりますけどもうウェルダンにしてはいどうぞ本当に何言ってんだこの二人みたいな感じでやめちゃう。すいませんねもう本当にねもう申し訳ないですけども番組会これがみたいなね。まあそんなことありますけど、はい、でもさ、うん、やっぱり一言って大事よね、うん、なんか素直に言えたらいいよね。勇気持ってなんかちょっと気になるんだけどどうとか。そうですね本当、うん、ちょっとした一言を聞くか聞かないかとか、うん、言うか言わないかで全然違うなと思いました。でもさ言った瞬間引かれてもね聞く内容によりきりですかねどんな風にどのタイミングで聞けばいいんだろうね。何を聞きたいかによるんじゃないですか。例えば例えば、うん、重たいなこれは。重たいけど言ってみて。いやこれってどういうまあ、つもりじゃないけど、うん、どういう気持ちで言ったのとか暇つぶしとか言われてる
おーそっかって言いますね暇つぶしって言われて今日ごちそうになるねっていう、うん、よろしくお願いしますっつって渡しますねだって暇つぶしだったらさ私の時間はあなたにあげたわけじゃないみたいな。そうですよね。そうよろしくお願いします。そうみんな言わなくなるだろうね暇つぶしって。あー絶対言わなくなりますね言えなくなりますね言ってくれどうぞよろしくお願いしますはい、はい、ですね。トリオンさんから来てますね、はい、今のダーは我が道を行くタイプで神経質で短気だけど優しいし釣りに連れてってくれるし一緒に飲みに出かけるけど潰れてしまいます。あーいいねー釣りだーってダーリンでしょ。そうですダーリンのことです。なあかわいい。いいなぁ、ね、そっか。うーん何をやっぱり今一人がいいないろいろ考えてみてね。なんかさ、うん、なんだろうこうもうダメかも私。なんでですか。だってさなんかふっとさ、うん、なんかふっとこうした時あちょっとテレビ見ようかな映画見ようかなって、うんうん、あとあちょっと本読みたいなとか、うん、あ今日はちょっとウイスキー飲もうかな、うん、あちょっと今日なんかこうカラオケ行こうかなとか、うんうん、あってなんかこうフットワークが軽いというか一人の方があ今日はなんか寝てたいなとかあの自分の時間軸で動けますからね、うん、全てがね、うん、そうなると、うん、あの確かに一人が楽ではありますよ。まずいそうですね、うん、あの一人の時間も大事でもそうじゃない時間も大事、うん、どっちも大事OK はいそうしましょう。そう思いますそう思います。はい、はい、ですよはい一服堂さんから2人ともってツッコミをいただきますすいませんねもう本当にね、はい、トリオさんからお茶いただきましたね。ありがとうございます。ちょっと喉潤わしさせていただきます。はい、じゃあその間コメントを続かせていただきます一服堂さん言えないことで後悔嫌だと。いやでもこれはそうですね、素直になれなくて後悔したりとかなんかちょっと一言言っとけばよかったなって思う。先々週だったそのテーマ、うん、ありましたよね、うんうん、そうそう。でもそれはでも大事ですよね、うん、本当に。太鼓さん俺は容赦なく言う派なんかそんな感じだよねそんな感じですね、うんうん、でもなんか分かりやすく結構ストレートに言ってもらうと、うん、あの 言われた時、まあ、話し方とか言い方にもよるんですけど、うんうんうん、その時は一瞬確かにグッてはくるんですけどスパッて言ってもらった方が後々楽です。なんかさ、うん、あ 面白かった人がいて、うん、なんかもう本当にその時の感情をバーって言って、うん、あこういう人って一人であと冷めて帰って、うん、あのいなくなるんだろうなと思ったら本当に冷めてスーッといなくなったから、うんうん、でこうただ本当眺めてたというかその出来事をねきっとそうだろうなあ、うん、そうだった、うん、って感じですよそうそうこれもネタみたいなそうですね、うんうんうん、はい。一服堂さん気楽に入れる相手だったらいいんじゃんってあの人かな。そうですね気楽大事、うん、浮かばなかった今の雰囲気はそんな感じでしたよ。エリューさん待ってよ。はい頑張って痛い今はね腎臓結石さんがねそう、はい、なんか寄り添ってくれてますよ、ね、ぴったり寄り添っておりますけどね。トリオンさんだけど時々喧嘩するけど、はい、年下の彼氏だけど頼りがいになるのよねと。なんかいいんじゃない年下の彼氏ね、うんうん、まあトリオンさんがおいくつかわからないけれど、うんうんうん、なんかもう私たちの年代ぐらいになってくると、はい、年下も、うん、なんかもうアマちゃんじゃなくなってる子が多いじゃない。そうですね、しっかりいろんな人生経験をしてしてないやつもいるけれど、うんうんうん、今とっても強調入ったのは気のせいかしらまあ、まあ、いろんな方が ねでもまたその経験してない子を可愛いなって育てようかなって思う人もいるだろうし、うん、そうですね。私はなんかもう全然そう思わない人だから、うんうんうん、全然思わない。あ私も思わないので大丈夫です、うんもう介護選ぶ方ですね私は。そうですね嘘嘘みんなで楽しくね生きていけたらいいですよね、うん、ですね、はい、はい。一服堂さん浮かばへんのかいとツッコミいただきました。はい、そうなんですね。浮かばない浮かばないというよりもずっとこうね、うん、こうずっと思ってる人がいるっていう、うん、そういう設定どうですか。そういう設定どうですかって聞きましたよトリオンさん今は44歳で、はい、ダーは2つ下。あいいんじゃないですか。あいい年齢ですね、うん、とってもいい。なんかこの頃多いな42歳周り。あそうなんですね、うん、あらまいや別にそういう意味じゃないですよ。あ分かりますよ、うんうん、はいはい。そうなんですね、はいはい、いくつだっけ。42です。いくつだっけ。42です。へえそうなんだ。42とか、うん、
え、地震？え、今？奈良、京都周辺、あの辺の地震なんかありますかね？今出るかな？なんかそちらにお住まいの方たち、あの何もね、なければいいのですが。そうですね、はい、震源地とかどこだ？とりあえず速報はまだないですね、はい、まだ出てないですね、うん、京都南部と来ておりますね、うん、一服堂さんの方からね、うん、何もなければいいですけどね。ちょっと日本も動揺したかな、うん、日本揺るがすね。そうそうそう、ね、俺の物差しはみたいなね、本当にちょっと大きくしておこうかなみたいなね、うんうんうん、それぐらいの冗談で終わればいいんですけど。そうですね、はい、ちょっと皆様が無事であればいいですね、はい、トリオンさんから会社経営しててガテン系大好き。ガテン系あの食い気味に巻きましたよなんかね、うん、なんか俺様大好きなんですよ私。でも そっかエリューさんイメージお母さんだったりとか、うん、奥さんよりもお母さんかな。だけどどっちかってそうですね、ガテン系の旦那さんに尽くすわけでもないですけど、こうもうなんか私全然3歩でも4歩でも下がってたいので。ですもんね。そう、それぐらいしっかりしてくれればねやばい、釘刺されましたよいいね、ガテン系が頼りになりますね、うん、そっか、まあ好きにもいろいろあるということで。ありますね。できればね、うん、本当に一言言ってなんか探り合いじゃない恋愛をしてほしいですね、うんはい、うんうん、いいじゃないですか、上から目線で話をするやつ大好きですよ、うんね、もう全然私上から目線大好き、うん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 、あなんてまあ行動も伴えばねって思う本当だからこんな私だから恋愛できないんですよ。トリオさん、シントさんなの？あ、そうなんだ。気をつけてほしいですね。そうですね、うん、ちょっとね余震も出そうですしね、うん、はい、うんうん、てなわけで、では皆さん、はい、2つ目のテーマ20秒後、はい、なんだっけ、私だけお腹すいた、怖い、絶対食べちゃいけないんだよねラーメン。ラーメンに行くアウトですよ。多分生魚もダメだもん。食べない方がいいでしょ。あれなんだっけ、野菜、うん、概念ね、カリウムと。カリウムだから、スイカ、バナナ、バナナ、トマトもいいです。赤い系大丈夫です。トマトとか。人参？人参は、あ、違うよね。赤、トマトとスイカ。あと豆とかもいいんだよね。豆の小豆とかいいですよ。だよね。小豆茶とか。おっと、まあ、そうなんですか、トリオさん。どうもどうもどうも。どうもどうもどうも。どうもどうもどうも。急にかしこまってね、なんかね。私今ちょっと小麦系避けてるので、あ、この間パンを一気に一人食べてしまったら、あの夜中にすごい食べてしまって、でそこからちょっと今ずっと小麦ずっと控えてるので、私も今避けてる。うん、やっちゃいけなさそうなことね、はい、ちょっと全部やったのよ。だろうな、あ、避けましょうね、ま、ね、はい、しばらくは。はい、じゃあベージー買います。はい、よろしくお願いします。あの子可愛らしい、このイントロ、ね、なんか踊りたくなる。これカントリーブルーグラスとか、えこの時にカントリーミュージック、これ終わってからカントリー使ってもらっていいですか。 あこのテーマが終わってから、はい、テーマ終わってからね。どうする、テーマですか、テーマですかって、うん、じゃあこの曲終わったらカントリー使ってもらっていいですか。はい、来ましたよ。はい、私だけ、はい、私だけ、うん私だけ、何が何の話、今日の2つ目のテーマ、はい、ね、私だけ私だけ、はい、はい、ういうあのごめんね、山ちゃんこう一生懸命ミキサーやってる時にこう2人はこう相手で行くかなと思ったらもうちょっと、ね、一生懸命こう曲やってくれてたので、はいはい、すいません。いやもうドキッとしましたよ、トリオンさん今隣でダーさんが聞いておられるのですね、はい、急に私たちこうねかしこまりました。ちょっとどうもすいません、どうもよろしくお願いしますって感じになっちゃいましたけど、びっくりした、はいはい、あ、その前に一服堂さんから来てますね、はい、食べたらダメ、言われたら余計に食べたくなるよね。そうそう、食べたかったら食べればいいのよ、苦しむのはあなたよみたいなあとはね、もう自己責任でってなっちゃいますからね。でもね、本当食べたらダメって言われるもの食べるとやっぱり来るね。あの
でやっぱ学習していくんですよね、うん、人ってね。私やっぱりね、うん、ちょっと、うん、やっちゃいけないって言われたグルテンを、うん、まあいいでしょうみたいなずっと取り続けてきてこうなったので。あーそうですね、はい、思い返せばそうそうね、そうですね、やっぱりダメよね、うん、はい、うん、気をつけましょうね、はい、トリオンさん。でも童顔なんだけど渋い男性を目指してるらしい。可愛いじゃないですか。そういいじゃないですかね、うん、うん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 、動画なんかはいいと思いますよ。太鼓さん、はい、山内さんに急に振るからと来てすいません、はいはい、私だけ、はい、なんか皆さんどうです、私だけって思うことって。私だけと思うこと、うん、私え、これって私だけなのみたいな。私それで思い出したのが中学生の時のことなんですけど、うんうん、私なんでかその時期が給食でパンが出るじゃないですか、うんうん、なぜかですね、なんでか分かんないんですよ、お箸で絶対パンを食べてたんですよね、うん、でなんでか本当に自分でも分かんないんですけど、お箸でずっとパン食べてて、えなんでって言われるけど、えなんでやらないの、逆にそんな感じだったんですよ。お箸でって言ったら私スナック菓子、うん、ポテトチップスとか、はい、なんかとにかくああいう、はい、なんか手につきそうなものは、うんうん、お箸。あーまあでもおうあといいですよね、なんかね嫌、うんうん、なのよ、うん、あやむちゃんも、うん、あよかった、私だけじゃなかった。そうですね、わかるわかる、なんかね嫌なの、このなんか手が汚れるのが、うん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 、そっか、うん、あでも結構なんかいるんですね、お箸食べる人。パンはいないのかもしれないけど、パンはあんまないっすね。ねえ、パンをなんか箸でちぎって食べてたんですよね。器用だね。そうなんか箸でちぎるんだ。箸でちぎってます。すごいね。お前は鳥か。もう本当になんか噛んでたんだろうね。そうそう、なんかもう本当にずっとそれ食べてますよね。でも箸って私、うん、ナイフとかフォークとかスプーンとか、うん、全ての機能を備えてるような気がするの。いいこと言う。山ちゃんに褒められたし。さすが。山ちゃんやっぱり思う？あ僕もカレーも箸でいきたいぐらいの。ねえ、うん、箸はすごいよ、フォークにもなるし、うん、もうほんと山ちゃんが今言ったように、うん、カレーだって、うん、食べれちゃうわけじゃない。まさかカレーをナイフでは食べれないじゃない、うん、ナイフでは無理です ね、うん、でもお魚とかちょっと大きめのお肉だったり口に入んなかったりするものを、うん、お箸で裂くこともできるじゃない。できますね。で本当に何にでも使えるよね、うん、パスタだって別に箸で食べれるわけじゃない、うんうん、あーそっか。今ちょうどトリオンさんから来てますね、はいはいはい、私だけだけどカレーライスでもパスタでも箸で食べてしまうことかなと。あマスターなんかいるんだ。いるんですね。でも、うん、箸でそういうものも食べれるってことはきちっと箸が使えてるってことだと思う、うん、ちゃんと使えてないと多分取れないはずですよね、うんうん、そうそうそう、カレーとか特にね、うん、そういったものはそう、うんうん、素晴らしいですよトリオンさんですね、はい、うんうん、箸か。一服堂さん、うちもそうだわ、だから子供たちもお箸でポテチ、うん、あでも手を洗う覚悟あるときは手でいく覚悟が必要なんですね、うん、手で洗うことに対して。なんか嫌でね、うんうんうん、うん、でなんかね手がさらっとしてないとダメな人だ、うん、あそうですね、うんうん、汗も嫌だし、うん、なんかねとにかくだから手がベタっとしてる人が嫌い。あ触った時にですね、触れた時にってなるけど、うんうん、我慢してるけどすべて固まってます。はい、全てがね、はい、確かにそうですね。あ、タイゴさんは箸が苦手っていうことですね、はい、うんうん、タイゴくんさっきの食べたらダメ、食べてもいいよ、どっちにしたって食べられなくパクパク食べる。わかりますね、それもね。そうですね、結果食べますね。結果怖いですね。何回かそれ繰り返すと ね痛い思いするんですよね、うん、そうですね、はい、かわいいね、タイゴくんいいですよ、スプーンでも何でも、うんうんうん、箸によってそうなんだ、ね、はい、トリオンさんはちなみにステーキも箸派。おうんうん、でもお上品なちょっといいお店に行くとステーキは箸で食べますよね、うん、へえ、そうそうそう、そう、いいお肉出すお店に行くと、はい、箸が必ず来る。へえ、箸も来る、はいはいはい、うん、でも大抵切って出てくるので目の前でちゃんと焼いてくれたりとか、うんうん、そしたらそうですね。神戸で矢沢っていうお店があるんだけど焼肉屋さんで、はい、うんうんうん、そこがねいいお肉出してくれるんだけど、ステーキ頼むと、はい、こうやっぱりこう箸がしっかりでね、お肉にわさびとかいろんなこう、はい、お塩とかいろんなのがついてくるんだけど、ソースとかもいろいろ、私ねそこのわさびでご飯食べれちゃうんだよね、
美味しすぎて、わさびが美味しい。お肉が1個か2個しか減ってなくて、うん、いつも子供たちに頼むよちっちゃいのにしたらじゃあって言われる、うん、絶対食べれるってって言ってでかいのを頼んで、ね、1個か2個1切れ2切れ食べて、もうれおかしいな、なんだこれご飯はなくなってるぞだからお肉を覗き込んで自分でもう箸を片付け始めるというね、うん、もう終了の合図ですね。そう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 、そっかそっか、お肉は綺麗に残ってる。あれ何食べたのってなりますよね。ご飯とわさびを、そうそうそう何食べに来たんですかって突っ込みたくなっちゃう。でそこのこの、うん、なんていうのかな、やっぱり近くで採れた玉ねぎだったらどこ、うん、何々だったらどこみたいな感じで、はい、うんうん、今ここの野菜が美味しいっていう野菜を全部素焼きにしてくれて、はあ、美味しそう、ついてくんだけどめっちゃうまい。素焼きいいですね、うん、その土地のその、ま、旬といえば旬じゃないですか。味もめちゃくちゃ甘かったりとかするじゃないですか、うん、やっぱ旬のものはね、そのままの素材で食べたいですよね。で面白いこと言ったんだよね、矢沢の人がさ、うん、やっぱり旬のものっていいですよね、はい、そうですね、男も女もって言われてこの人面白いなと思ってねそうそうそういう時にそんな話を振るんですね。でオーナーが矢沢永吉が好きらしくて、はい、矢沢ってつけた。あ、そういう理由での矢沢なんですね、うん、そうそう、でお忍びで来るらしいですよ。あ、へー、うん、でこうさりげなくこう矢沢永吉の写真とか、はい、うんうん、なんていうの、色紙をパッとこうちょっとだけね、はあ、そんなにこうがっつりではなく、そうそうそう、でもよく見るとあれっていう、そう、はあ、これってもしかしてみたいな、うん、そうなんですよ、うんうん、実は大きい声で言えないんですけどねとかって、いや十分大きいですよまあね、うんうん、私だけ、うん、ね、私だけ美里はパンを箸で食べてた。中学生の時の思い出はですね、なるほどね、どうなんだろうな、山ちゃんの私だけみたいな、俺だけかいみたいなのってあります？私だけ、うん、うん、なになになんか気になりますね、うん、ですね、うん、足の親指の爪を切ったら、うん、あの横の方を匂い嗅いでしまいますわかります、くっさいのいやだって言っちゃった、ちょっとその頭が痛くなってきたすいません、あ、なかなかなあれでしたねちょっとびっくりするような、びっくりしますか、私だけで、ね、あ、そうですかエルさん素敵、うん、よくぞ言った、確かにそうですか、確かにすいませんねよくぞ言いましたって感じですね、うん、はい、私まだ前頭葉の活動が収まらなくて、私はやっぱりなんだろうな、私だけって思うのは、うん、なんかこう全部笑いのネタに変えていくとこ、あすべてこれは本当にエリオさんすごいと思います。なんかね、うん、なんかこうあーとかうーとか、うん、あーって思うときに上手くなったでしょ、血上手になりましたね思うんだけどだけど、はい、なんか俺これってもしかして、うん、これってって無理に、うん、別にこうポジティブに持ってってるわけじゃないんだけど、うん、あれこれってさあれこうなんじゃない、ああなんじゃないみたいな、うんうんうん、そう、確かにエリューさんのネタだねってよく言いますからねこれもネタって思ってさ、なんかまだ乗り切ってない時とかは、うん、あーネタネタって言いますね、うんうんうん、苦しい時とかしんどい時、うんうん、あ大丈夫これネタだから、うん、ネタだと思えば、うん、何のことはないみたいな確かにな、そう確かにエリューさんはとってもそれが上手って言ったらおかしいですけど、うん、うん、本当にすごいなと思いますよ。私しょっちゅうネガティブ思考なので本当に何だろうな、うん、神戸製鋼に行ったすごいラガーマン、はい、ガンで亡くなった、胆管がんで亡くなった方が、うんうん、もう皆さんも知ってると思うんですけどね、うん、あの方が世の中の理不尽を嘆くなと、う
いう言葉を残してて、はい、最初、世の中、私この頃ずっと思ってたのよ、このなんか、うん、この世の中本当にさあって、うん、矛盾だらけで腹立つわみたいな感じで、うん、なんか怒りん坊だなこの頃って思ってて、うん、そしたらその人のそれを聞いた時、なんかこれってちょうど、うん、痛みがひどい時だったから、うんうんうん、もしかしてこれってなんか最後の締めの言葉のような気がするって思ったのね。で、うんってこういろいろこうちょっとフェイスブックにもアップしてる時に思ったのが、うん、そっかこのな世の中の、うん、あの矛盾というか、うん、理不尽さは、うん、これが、うん、理にかなってるんだって思ったの。うーん矛盾で当たり前、うんうんうん、矛盾してるから成り立ってるってことですか。矛盾してるから成り立ってるじゃなくて、うん、矛盾してるのがもう横行しててそれが当たり前なんだよって、うん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 、当たり前になってるって、うんうんうん、矛盾してるのいちいち矛盾矛盾って言ってた言ってないでしょって、うん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 、もう矛盾しててもはいはいとか、うん、矛盾してても平気で矛盾してること言って生きてるじゃないみんな、うんうんうん、だからそれがこの世の中はもう当たり前、うん、だからそんな当たり前にしちゃってる人たちのことを、うん、わざわざ考えて、うん、矛盾してるよなあいつ変だよなとか、うん、こんな一生懸命やってる私理にかななんていうのこうなんかあ割り合わないよねとか、うん、そんなことであなたのこうだの思う必要はないと、うん、はいはいあなた矛盾してんのねはいはいこれも理にかなってないはいはいどうぞどうぞって、うんうん、面白いねあなたはこの世の中の中では、うん当たり前、うんうん、OK それで OK でもねそのうち、うんうん、ちゃんとこの辻褄のちゃんと会った人たちが増えていくよみたいに思ってればいいんだ、うんうん、自分の中でって、うん、別に自分がその矛盾してることに無理してそうねそうねっていう必要もないし、うんうん、理不尽なことに OK ですよっていう必要もなく、うん、おそうなんだで流せばいいんだなって、うんうんうん、なんか相手がそう言ってることにはもうそれはここの中ではそういうルールなんだろうからいいんじゃない、うん、みたいな、うんうん、別にそこにこう分け入って、うん、なんか別にね、うん、今カントリーが流れてるせいでしょうかねこう馬の尻を無理に叩いてとか、はい、あの馬のお腹を無理にね刺激して走ろうとせずに、うんうんうん、はいはいあなたのペースで歩いててください、うん、私はのんびり馬とお散歩でもみたいなね、うん、気分でいればいいのかなって思っちゃ う、 うんこの頃そっかそっか、うん、そしたらはっきり分かった腎臓結石みたいなだからなんかまあいいのかなみたいなで、あそっかそんなとこに私時間使って無駄なことしてたなて、うんうんうん、でもそのあれもなかったら、うんうん、なんかこう理不尽なことも、うん、なんか筋が通んなくてわだわだ言ってる人たちも、うん、なんかけじめのつけられない人たちも、うんなんかへんてこなことを陰で言ってる人たちも、うんうん、そっか表に出てこれないアホなんやなってうーんそしたらなんか別に自分の周りは、うん、なんかこんなスペースが空いてくるわけじゃないですかなんかそう思った瞬間からまた心地いいなんか空気がね、うんうんうん、あの流れ始めて、うん、でこの今日もちょっと話したんだけど、はい、あのこのカントリーをなんかやってる人と出会いましてね、うんうんうん、ちょっとその人に年内に会いに行こうかと思いましておーおーおー、うん、いいですね好きな福岡にあらいいですね福岡ね福岡ね、うん、涙が溢れそうですよ福岡は、うん、ちょっと辛いですけどね福岡に向かうのはまあねうん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 、うんうん、そうですねもうでいっぱいこう聞いてこようかなと、うん、なんか本当なんか初めて、はい、カントリー聞いた時に、うん、そのこの陽気な感じに涙が溢れちゃったというかね、うん、バンジョー習おうかなと思ったぐらいだったので、うん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 ちょっとやろうかなと思ったけど私一人バンジョーやっても仕方ないかなまあね、うん、まあもうベースかバンジョーやりたいって、ね、うんそう思いましたよそうなんですね、はい、一服堂さん手汗やばい時あるけどできてますあタオルプレゼントしましょうかそうですね FM 機能入って、うんはい、あの白いタオル書いてかあの買ってきて赤で FM 機能入って書いてね、うんうん、渡しましょうねはいお届けします手が真っ赤になっちゃいそうですけどタイガさん、持ち方はちゃんとしてるらしいけど、はい、握力は弱いのかな、はあ、割るとき必ずクロスする割るとき割るとき箸が交差するって方かなそれともこうあの割り箸を割るときなのかなどっちタイガくんねはい、うん、箸割るとき
なんかよくこう、うん、あの中指の位置が悪いと、はい、箸が交差するよね、うん、あとひっくり返って口に運ぶとかね、箸がこう箸の持ち方悪いと親指が出すぎちゃうと、うん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 、親指に力が入りすぎると、うんうんうん、クロス、うん、割った時クロスする、割った時、割った時パリンコ、あ、なんかあれなのかな、うん、力がない、あの柔らかいんじゃない、割り箸自体がね、こうフニャンっていっちゃうんじゃないですかね、まあ、基本的に私割り箸なんか割れないのでお願いと、時々割り箸と割り箸の間に親指のお肉が、うん、あの挟まっちゃって、あのこの私服っていうのここのですね、うん、そう挟まって、うーんとね、誰か気づいて、誰か気づいてって時うーんって思って我慢してて、うん、みんなが割り終わるのを待って割ってってこう確かに挟まることはありますけど、親指にさ、はい、あのよくやるのが竹の箸、あ、うん、いや私だけですかそれ、あでこの割り箸が親指にこう、はい、パチンって挟まったまま親指出しちゃう割ってくれるそういう経験はないですね、残念ながら力技系は強いので、あそっか、はい、あの力技系はダメ、私は全然いけちゃうので、うん、やっぱ職場でも泣き落としも無理そうですね、職場、あでも私だけなのかな、なんか職場で、うん、あの男性スタッフと同じ、ほぼ多分近いぐらいの量私持ってるので、みんなから心配されるんですよね、あミサトは本当にあれだよね、うん、あの本当にこう持てちゃうんですよ、うん、でまあまあの量持っていくので、うん、みんなからえ腰だめ痛めるよとか腕ダメにするよ肩ダメにするよって言われるんですけど、本当に平気なんですよ私ね、でもう本当に全然平気で持っていくんですけど、だからあれなんで逆にみんな持てないんだろうと思って、あの美里ターミネーターだよね、やっぱり先週も言ったけどそうターミネーターって言われちゃうんですよね、いいじゃん、なんか今度の映画に出演したら I'll be back オファーあるかもよ、ね、あるかもしれないですね、ターミネーターターミネーター言ってた、お待ちしておりますけども、はい、本当に、はい、タイゴさんからちぶくれできるやつ、あ、挟まっちゃうとね、あはー、あ、なんでリュウさんのことですよ、はい、あ、そっかそっか、すごい今うんふんみたいな感じになってましたけど、そうそう、血豆のことだと思うよ、そうですね、多分血豆のことだと思う、ね、そういえばこの頃血豆なんて作んなくなったけど、血豆って何で作ってたっけ、なんか子供の頃なんかよくやってたよな、しょっちゅう大来てましたけど、何でやってたっけ、鉄棒、あ、そう、鉄棒で、血豆ってさ、なんかだんだんこう皮膚が、うん、あのなんかね、うん、なんかこう、なんだろう、その血豆が浮いてきて皮膚もこう、うん、なんかこう、うん、なんていうの、生まれ変わって生まれ変わって結局ポロンって取れんだよね、その前に潰してた気がします、ね、あの豆とかも全部あの本当はそのまましとかないといけないですか、でも違和感あるからこうプチってこう針でプチってやってピッて出して、うー、一応皮はそのままキープしますよ、でもプチってやる人です、あれ私だけ、これは私だけ、あれおかしいな、なんかさ、私の狙ってた今日のテーマの私だけは違ったんだけどなんか今日なんかこう グロいというかちょっとうってなるやつが多いですね、すごいですね、皆さんの私だけ、はい、すいません、そういうのも出てきちゃいましたけども、はい、はい、あのではちょっと違う私だけが出てくることを 願って、はい、どんな私だけかなんかない、私だけちょっと私脇腹痛くなってきた私だけ、私だけ、うん、やっぱり勘違いされる、あ、うん、多い、うん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 、全然そう思ってないのにとか、仕事関係の人とかに、ああ、かん、あ、うん、私、俺のこと誘ってます、誘ってませんよ、うん、仕事してて、もう年上年下関係なく、うん、エリオさんもしかして俺に気あります、いやないよってえ、そんなこと言うんだ、言われる言われる、エリ、俺のこと好きでしょ、ね、ない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 、うん、エリさんないよく起きますよね、うん、ない、うん、ない、ない全くない、うん、私だけ、私勘違いというか、なんでは、それも意味ちょっと違うんだけど、なんで私だけこんな言われるのかなって思うことをよく仕事の時ありましたね、なんか言われ、なんか周りの人を注意したいんだけど、うん、そこに直接行ってしまうと角が立ちすぎるので、私でワンクッション置こうみたいな叱られ方をする
それ癖なんだと思う。私はそこの立ち位置なのよねってやっぱり自分で思ってるから、うん、それが自分に来るんだと思う。だからえってその時にやっぱりもう、うん、そろそろ嫌でしょ。それ今もなくなりましたけど、今なくなっ、あ、なくなるさ結構言ってるもん、言ってますもん、最近言えますからね、うん、前の時はでもそれ言われた時は明らかに私言ってるけどなってちょっと思わず、結構真面目な場面ですけどちょっと思わず首かしげてしまったんですよその時に、うん、そしたらみんな首かしげてたので、うん、そうそうそう、それはありましたけどね。私が自分のことで、うん、じゃないことで言われたらどうなんだろう、え？なりますよね。え、何？私違ってるでしょ、うん、うん、もうダメよ、ちゃんと確認してね、もう本当に最近、そうですね、最近はそれ以上言ったら私言うよ、やっちまってるよってとか言っちゃうかも、うん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 、私じゃないよ、あ、虫が入ってきた、あらま、でもね、うん、何だろうな、うん、私だけ、うん、あのなんかめんどくさいことが多いかな、うん、あのなんか別にこっちはそんな気ないのに集まりに行って、うん、ほら、ね、先週なんか話したじゃない、先週、先週かな、なんかその辺で、うん、なんか別にそんな気ないのに自分が好きなら行って、うん、私になんかどうのこうのしないでよみたいなさ、うん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 、そしたらこれに対して面白いことがありましてね、あらま、どんなことが、なんか、うん、エリュさん、うん、あの美人税だと思えばいいよ、え、こんなおばさんになってもそんな税金取られんの美人税か、そう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 、そうか、新しい言葉ですね、え、美人にはね一生つきまとうんだよ、うん、美人税だと思いなよって、そしてまだ自分がそこに落ち着いてないからだよ、うん、自分を認めないとって、うん、認める、太ってても私イケてるってこととか言ったら、まあ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 頑張ってくださいって言われて、うんうんうん、そっか、でも美人税っていうのは私には当てはまんないような気がするけどなって思ったけど、うん、でもまあみんなそれぞれ自分の良さをやっぱり知らないと、うんうんうん、なんか自分で自分に対するこの誤解、うんうんうん、例えばこう自分ってこうだよなって思ってる自分に対するイメージとかあるわけじゃない、うんうんうん、わかる、ね、うん、山ちゃんは自分はどんな人って思ってる？うん、まあ自分ちょっとそのあれは置いといて、うん、その理屈は分かってとっても、うんうん、あの最近部下にあれ言うんですよ、うん、客観的に見るには自分のいいところを探すことだよと。素敵、そうそう、結局短所っていうのは主観なんですよね、うん、誰でも言えるし、うんうん、客観的にものを見る作業、自分を見る作業っていうのはいいところを認識するっていう、うん、それって客観性が必要じゃないですか、うんうんうん、っていうのは言ってます。素敵、そうだから とっても今日の言いたいことは実は そこにあるんだけど、うんうんうん、でもそうなんだよね、うん、山ちゃん本当だよね、そう本当にそう、うん、もう山ちゃんいいこと言ってくれるよね、ありがとうございます、本当拍手ありがとうございます。でこの自分のいいところを見るとかさ、うん、でみんな照れくさいわけじゃない、うん、なんかさ、え、私今日イケてるとか、うん、なんか今日可愛いかもとか、私って結構いいよねとか、うん、俺ってイケてんだけどでも俺からイケてるなんて言ったら、うん、あいつさなんかかっこいじらしやがってとかって言われるの嫌だよねとか、沖縄でかっこいいじらというのはそういうなんかなんていうの、素振りをしてとか、うん、そういうこと言うんですけど、うん、あのでもやっぱりかっこいいのはかっこいいんですよ、うん、綺麗なのは綺麗だし可愛いのは可愛いし、うん、でやっぱり人にあのいいところのない人なんて絶対いないのに、うんうん、なんかこう先週も話っていうかテーマで出た、はい、この嫉妬や、ね、あのやっかみや、ね、うん、妬みっていうのは、うん、自分がなりたい人、うん、なりこんな風になりたいなって思う人と出会った時に湧き上がるもの、うん、はい、それを勝手に自分でなれないと思ってるだけっていう話をしたんだけど、うん、まさに今山ちゃんが言った通りなんだよね、うんうんうん、自分のいいところを認める、うん、そのことをやってたら、うん、人のいいところも認められるんだよね、なんか素敵な人が現れたわとか、うん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 、なんかだから聞くわけですよ、どこの化粧品ですかね、うん、でなんかこうなんか人の素敵なところ、うん、毎日違う素敵なところって同じ人であってもあると思うんだよね、うんうん、例えば髪セットしても、うん、
なんか昨日と今日は違うわけじゃない。そうですね。美里なんか今日ストレートに伸ばしてて、はい、今日ストレート伸ばしてます。なんか、うん、これもいいよねって、うん、こんな感じもいいよねっていう話をしてたりとか、うん、はい、やっぱりなんかね、うん、あのやっぱり自分なんかおごり高ぶりではなくて、うん、やっぱりそこにはもちろん本人の謙虚さは必要だと思うね、うんうん、謙虚さがないからなんかあいつ嫌だなって思ったり、うん、もちろんそこにはこのちょうど謙虚さのない人間と、うん、いやもしかしたら謙虚さはあるかもしれないよ、うん、でもそこに嫉妬や妬みが強い、とっても強い人がボーンってきたら、うん、またそこでなんかハレーションが起きるだろうし、うん、で今度自分の自信のなさが、うん、謙虚さを失ってたり、うんうん、でもさ謙虚さのない人ってなんか偉そうにして選ぶるよね。なんか偉くて謙虚な人と、うんうん、そういう人って偉いなんかすごい素晴らしい人だけど、うん、人の前で偉そうに振る舞わないじゃない、うん、はい、だけどなんかこうこの人何みたいな、うん、でもアホじゃダメだと思うのね、うんうん、だってアホに振る舞ってて、うん、なんかみんながすごいって言っても確かにすごいかもしれないけど、うん、そこにはまた違うものが見えるというか、うんうん、でなんかやっぱり素直に自分をそこに計算のない自分がいて、うん、謙虚さがあって、うん、それで周りがこうあの人は本当はすごいんだよとか、うん、こうなんだよっていうところで私はすごさが出てくると思うから、うんうん、自分からすごさを演出していく人ってまだなんか怖いんだろうなとか思っちゃう、うん、そう見せ見て見て私そうそうすごいでしょ私そうそうっていう風に。そうですね、うん、うん、確かにな。別にだってもうすごく振る舞わなくとも今までこのすごくなってる人っていうのは、うん、そこまでいろんな体験をして経験をしてきてるから、うん、この人の内側というか内面はもうすごく磨かれてるわけじゃない、うんうんうん、だからあの全然、うん、そんなことを振る舞わなくとも内側からこう香るというか溢れ出すというか、うんうん、だからこうまあ30代、うん、この頃ね30代とか40代ってもう年代それぞれその年代よりずっと若く見えるからだけど、うん、やっぱりね女性なんかは31とか2超えると、うんうん、ホルモンのバランスでこの若さで輝いてた美しさっていうのが変わってくるのね、うんうんうん、そうなってくると25ぐらいかな25過ぎたらやっぱりこの、うん、あの内面のないというか中身のない人は、うん、うわーってこう分かれてくる。でまた今度30全般で分かれてくるし、うん、で男の人なんかは39ぐらいで分かれてくる、うん、男性の方が結構後なんですね。あと男の人は後、うん、なんでかというと、はい、どっちかっていうと女の人は家庭にこもるとか、はい、いろんなことにこもっていく方だから、はい、あと子供を産んだとか、うん、そういうことでホルモンはどんどん変わっていくから、うん、どうしても違うんだよね、うん、で男の人はやっぱりあの外に出てるし、はい、外の環境の中で戦ってるからどっちかというとこの社会との接点が多いから、はい、老化は少ない。うん、だけどやっぱり39ぐらいになると、うん、あの今年の猛暑、ね、猛暑とかのように、はいはい、暑い夏をこう、こうね、うん、過ごした後のようにどっと疲れが出始めの39ぐらい、はい、うん、でその後に41、42で、はい、自分のこの力はどうかな、どっちの方向性に行くかなとか、うん、あのちょっとそこでねはったり聞かしても、はい、こうスタンスをしっかり決めた男とそうじゃない男では全然違う。やっぱりあとそのあれが出てくるのは、うん、もうはっきり52ぐらいではもう分かれてくる。あ、この人ダンディーだなとか、はい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 、そのぐらいの年齢から、うん、あ、ジェントルマンだなって50代です、ね、確かに出てくる。そこでただあ、何々さんお若いですねって言われてるのはアンポンタンよ悪いけど若いですねで褒められるだけなら、うん、もうあなた何してきたのって私は思う。そっか、うん、確かに、うん、50代ぐらいになってくると、うんうん、若い見た目確かに何だろうエネルギーが溢れてるというか、うん、若さというよりも何か違った魅力が出てこられる方はたくさんいらっしゃいますね。何か深みがあるというかね、うんうん、だからほら山ちゃんに2ヶ月ぐらい前に会った時に「あれ山ちゃん何か男って感じで何かかっこよくなったね」って、うん、そうですか。そう何かかわいい山ちゃんじゃなくなってたというか、うん、うんうん、
かっこよくなってますよ。ありがとうございます。そしたら帰ってきた言葉がいつも恋してますって言われたのね。あらば、え、僕？素敵ですね。そうそうそう。そんなこと言うんだ。そう、いつもときめいてるよみたいな。チャラいな。そうそう、そっか、それもいいなと思って、うん、ジェヒョンどうもありがとうございます。たくさんですね、はい、ありがとうございますね、はい、だから私だけっていうのは、うん、やっぱり人それぞれのいろんなものの見方とかあるからね、うんうん、ありますね。でもできればやっぱり内面はどん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 こうね、うん、いろんなことを吸収していきたいと思いますよね、はい、そうですね、大事ですね、うんうん、どうだ美里、私ですか。でも今日さっきエリオさんが言ったみたいに、今日私ちょっとイケてるみたいな話したじゃないですか、うん、今日本当何でもないんですけど、車を運転してる時に、あの帰ってきてる時に、向こうから那覇から帰ってきてる時に、ふって私今日イケてるかもって分かる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 、何があったわけでもないんですよ、何にも、ただ本当にただ運転してただけですよ、うん、ただふっと私今日イケてるかもって思った瞬間に自分でおかしくなってしまう。分かる、なんかでも言われたりっていうのを思い出したんじゃないですか、うん、そうもなくて、全くなくて、でもなんかわかる、なんかふって私もしかしてちょっとイケてるって思った瞬間に自分でふふって笑ってしまって、それはとってもいいことだと思う、うん、でそしたら今日エリさんがさっき同じこと言ったので、ちょっと今自分で今日ちょうどあったんだ私と思って、そうそう、だからなんか自分の中で言ったみたいに自分で自分をちょっとだけ認められた瞬間だったのかなと思って、うんうん、私は逆にやばいと思う時がありますよ。ほう、ある日突然、あ、今日お尻下がったあれ、うん、そうね、サボってるもんねって思ったこの、うんうん、思う瞬間ってありますよ、自分の体で何かが、うん、今日変わったっていうようなね、カダラカダラ体はありますね、うんうん、あのね、うん、なんかそれが一瞬で入ってくる時が、あ、この人との距離ができたとか、 あ、この人との距離が縮まった、あ、この人との関係終わったとかね、うんうんうん、シュッてこうなんかこう入ってくる、うんうん、だからあーって、そっか距離できんだなとか、うん、あ、終わったんだなとか、うん、でその後にその実際こう起きるから、うん、うん、知ってる知ってるみたいな冷静ですね、それで大丈夫よ、うんうんうん、確かにね、冷静な自分もどうかと思いますけどね冷静すぎるのはね、ちょっとね、あの何事も過ぎるものはね、ちょっとあれですけど ねなんか、うん、もしかしてどう、美里から見て私冷静冷静あのそ、その瞬間が過ぎたらというのはおかしいですけれども、うん、あの過ぎたらでもないな、ある一定のラインからは冷静だと思います、うん、なんか最初多分私はパニックになって冷静なんだと思う、うん、なんかいっぱい、あのいっぱい考えていっぱい揺れてじゃないですか、いろんなことを感じてますよ、パーンって起きたらパーンっていいよってなって、うん、一晩寝て、なんちゅうことが起きたのみたいな、そう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 、でなんかそれでいっぱいこう考えたりとか、うん、いろんなことをエリューさんいっぱい感じて、でいっぱい感じた後にとっても冷静だと思います、うんうん、でもそこは多分いっぱい感じた後だからこそな、まあ、客観視じゃないですけど、ね、見れるんだろうな、冷静に後は自分的に処理していくもんね、そうだんだんといきますへーってなるへーみたいな、そうそうそうすっごいなんかこう、はい、うん、はいはい、そう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 、じゃあまあその問題はその人が来た時に解決しましょうか、そう、はい、うん、来たら褒めてあげようねみたいなそう、そうなんですよね、うん、まあいろんな私だけ、まあ、1回目のテーマもそうだけど、うん、いっぱいありすぎるね、幅がやっぱり人それぞれその人が持ってるものがたくさんあるので、でもさ、うん、あいつ終わったなって思われたくないね、それはそうですね、うんうん、終わったなお前って言われたら次に行きますって言いたいね、そうですねこれからって言いますね、はい、うん、てなわけでじゃあ皆さん後ほど、耳が痛い、どうします音楽、ごめんなさいね、ブルーなんとかっていうのがブルーグラスない、いや、今かけてるんだけど、あ、これこれが、なんかブルーグラスってレーベルですよね、うん、レーベル、そうそう、うん、それの曲を今バーってかけてるんですよ、ほんとね、今から送っても取れないかな、取れるはずよ、ほんと、ごめんね、なんかいっぱいあってだよね、いっぱいあるよね、うんうん、
か最初分からなくて、美里さんが送ってきたの英語のあれがそうだと思って書けちゃった、うんうん、最初に、うん、いいよ大丈夫、なんかカントリーいい感じだった。耳が痛い。これこのあれ、ちょっとね締め付きすぎるねこれね。この耳が今日は痛い日。いやこれね、うん、ちょっと痛い。痛いんですよ。うん、山ちゃん。どうにかしたいな。どっちにしようかな。これこれこれ拾える？山ちゃんのメッセンジャーに送ればいい？いいっすよ。ミリオンツミリオンドリーム。このブルーグラスとか、はい、カントリーに出会ったことのちょっとお話をしたいかな、はい、で拾えたら、違うカントリーあります？静かな感じ、あでもあまり聞かないか分かんない、ね、じゃあ違うカントリーに変えてもらって、ちょっと曲変えてもらってマイクをオンにしてもらって、それ見つかったらすぐ挟んでもらっていいですか？いいですよね。どういうこと？これがないな。ない？ミリオンドリームス、うん、じゃあどうしよう、待ってよ、うん、じゃあ今あるやつのなんかかけてない曲をかけてもらっていいですか？はい、はい、ありがとうございます。ちょっと待って、ミリオンドリームス、ほい、このピュンっていう感じが好き。あーいいねー。いいですか、ちょっとそれ探しておきます、うん、はい、ありがとうございます、ごめんね。はい、じゃあ行きます。負担かけます。はい、陽気なね、このカントリーのね、なんかバンジョーの曲にはなんかこう心がこうなんか幸せ感をすごい感じておりますが、はい、どう、美里カントリーとか聞いたことある？ないです。あのなんか、うん、カントリーってたまにどこかで流れたら耳にするって感じなんですけど、うんうん、なんかステーキハウスとかでも、うん、ね、流れてたりするかなと。うん、はい、やっぱりイメージ的にジーンズ履いて、うんうん、西部の雰囲気、乾いた風に土ぼこりみたいな、ね、はい、なんかサボテンステーキ出しますよみたいなねサボテンステーキ、はい、まあなんか私が、はい、本当なんだろうな、カントリーとまあちょっと耳にはしてたんだけど昔から、うん、でもこうがっつり聞いたのが、うん、私がおちびちゃんがお腹にいた時だったのね。でその時にもうなんだろうな、子供を連れてこう、はい、生きていこうかと決めてて、うんうん、でもいろんなやっぱり葛藤があるわけじゃない、はい、でこの別居はしてるけどこの一歩踏み出すための勇気は、うん、自分の中からこうみんなに大丈夫よって言われたって、うん、そんなのは全然こう何言ってんのみたいな感じが、うん、こう自分の中から、うん、このどうにかこの一歩を踏み出す勇気みたいなのを奮、はい、い立たせなくちゃいけなくて、うんうんうん、でその時にいろんなイベントとかもやってたんだよね、うんうん、ライブやって花火打ち上げたりとか、はい、今考えたらそんなことって何言ってんのって思われるけど、はい、うんうん、なんかやるって言ったらできるような気がして何でもやってたみたいな、うん、うん、そんなことやってたんだけど、その時に、うんうん、北海道から、うん、実際は茨城出身の人なんだけど、はい、北海道に住んでるミュージシャンが友達がいて、はい、でその人の声がねすごい夕日をいつも歌ってる人だったんだけど、でその人に会いに私は富良野に行ったのね、はい、飛行機で行って電車乗り継いでみたいな、うんうん、で駅まで迎えに来てもらってみたいな、うん、でその人がいつもその人がというその人たちがいつも毎年、うん、七夕ライブっていうのをやってて、北海道はなぜかね七夕ね、はい、晴れるのよ。へー、内地は雨降るんだけど、うんうん、そっか北海道は梅雨がないからだ、うん、晴れるのってすっごいね、もう運河というかこの天の川も綺麗で、でそのライブもなんかこう、はい、なんだろうな、なんかこう広場空き地のような納屋小屋のようなところでやって、うん、このそこでみんながこうなんか自分たちの音楽をやっていくわけ、うん、いろんな、うん、もう本当にねなんかこう癒し系だったりもう本当ジャズだったりとか、うん、もういろんなことやるんだけど、うん、でその中で最後の方でかなこう、うん、もう盛り上がって夜も暮れてきた時に、はい、家族で、うん、カントリーやってんだよね、演奏してるとか、うん、で
こう高校生ぐらいの娘さんもバンジョーを弾いたりとかさして、うんうん、すごいなって お母さんとかもいて、はい、うん、カホンとか赤本じゃないーカーベルとかいろいろ使ってやってて、うん、でとってもいい人たちなわけ。もちろんこの家族だけじゃなくて、うんうん、そこのライブに集まってる人たちが、はい、演奏する側もお客さんだし、お客さんも演奏するし、うん、演奏しないけど本当にお客さんだけで来てる人もいるし、うんうん、でそんな中で、うん、とってもいい雰囲気なのに私はなぜかそこに入っていけないのよ、うん、なんかこう孤立するというか、みんないい人なんだよ全然、はい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 、嫌味もなければ全然つまはじきにするようなエネルギーもないし、うん、もうおいでよおいでよみたいな、うん、食べてるとかそれが全部さりげなくて、うん、こう重くもないし、うん、だけど入っていけない、うん、こんな優しい素敵な穏やかなエネルギーの中に私が入っていけない、私問題があるなっていうのは、はい、私自身が気づいてて、うんうん、で一人こう木の下でこう座りながらそのうん、音楽をずっと聴いてて、うん、でああもうなんか終わるんだろうなって思ってた時にこのカントリーがそのファミリーのね、うんうんうん、でその時にかなこうああ分かった、うん、私は今まで作り上げてきた家庭家族っていうものをやっぱり壊すことにすごい罪悪感を感じてるんだ、うん、でもこれではやっていけないうん、でも私が決めたこの答えが OK なのかどうなのかっていうのを私はこの確認したいんだけど、またこうやって来てる家族とか恋人同士を見るとなんかこう自分を責めに入ってたんだ、だからこのとっても素敵な人たちの中に入り込めなくてなんかこう自分の中からこうなんかこうなんかドロドロしたなんかが出てたんだろうなってで気づいた時にその、うん、あのカーベルを叩いてたお母さんが、うん、このファミリーの中のね、はい、で来てさ私のことギューって抱きしめてくれたの、で何にも言わなくて抱きしめてくれて、うんうん、もう本当に何も言わなかった大丈夫だよとか、うん、あの心配ないよ何にも言わないの、うんうん、その時かな、なんか今までのこう、うん、このなんかこのここまでに至るものが全部吹き出したっていうか、うんうん、でそのタイミングとこのカントリーとか、うん、あのブルーグラスとかとがっちりこうハマった時だったから、うん、なんかね帰りは飛行機じゃなくて船でゆっくり仙台港まで帰ったんだけど、うん、その時も友達がこうそのそこのファミリーがね自分たちの曲をこう入れてくれた、うん、あの持って聴きながら帰ってきたんだけど、うん、あなんかこうもしかしたら、うん、そこでまた改めて、うん、いや自分で血のつながりだけが家族じゃないって言いながら、うん、どっかで血のつながりにこうしがみつこうとしてたんだなとか、うん、あの自分の不安とかを不安じゃないよってこう強がってたんだなっていうのをほぐしてくれたのがカントリーだったの、うん、でそれをやっぱりこういろんなやっぱりこうそっから子供を産んで、はい、またおちびちゃんを産んで、うん、で子供たちと生き震災がありのいろんなことがありので、うん、なんかこうやっぱりこうそこにまたこう意識が遠ざかってたの、うん、今日このね人とこうあの出会ったんだけどね、本当何だったかな、何からこうそことつながったかちょっと思い出せないんだけど、うんうんうん、あのね田中さんという方なんだけど、うんうん、そしたらバンバンももしねあのおすすめの曲があったら教えていただけますか、うん、って言ったら、うん、もうたくさんもういろいろ送ってくれて、今日だから流れてる曲っていうのは、うん、全部田中さんのこのおすすめの曲を、うん、美里がねギノワンさんの方に、ギノワンさんだった山ちゃんとかの方に送ってかけてもらってるんですけど、はい、やっぱりこうなんかこう、うん、一番なんかほっこりするというか、うん、あの飾り気のないというか、うん、自分たちがこう素に戻れるところなのかなっていう感覚がある、うんうんうん、もちろんこう育ってくる環境の中で、はい、子供時代どういうところで過ごしたかによってそのカントリーを聞いてこうああなんかこんな感じよねって思う人と思わない人もいると思うんだけど、うんうん、私はすごくねこのあ
ちょっともっとこう生きてきたこの今までをもっと深く掘り下げて次につなげたいなって思った出会いだったな。だからどうしても今日はもう2時間カントリーでみたいな、そんな感じだったし、そんな思い出がカントリーにあったんですね。だから私がこう新たなるこの一歩を踏み出すのに、なんか強く残ってるものかな。なるほど、そう、なんかいいよね、なんか分け隔てないというか、まあ埃っぽい風は嫌ですけどね土埃もね、はい、でもなんかカントリー聞くとよし肉食べに行くかみたいな、今はダメですけどね、今はねちょっと控えましょうね。あ、でもカントリーのイメージは、なんだろう、それこそ言ったジーパンで、そうそうそう、でそれをでなんだろう、なんか昼間はねみんな労働はして、ね、体使っていっぱいはしてるんだけど、イメージですよ、私のイメージですよ、みんなで集まってビールジョッキ片手に、とにかく笑い合うというか、そうだよね、そう、なんかこう活力だったり元気だったりとかっていうのをみんなで共有し合ってるようなイメージなので、やっぱりそうだろうな。あの西部とかってなるとやっぱりそんなに水源とかもどうだったのかなって、あれだけ土ぼこりもすごかったし、なんかやっぱりサボテンっていうイメージが出てくるぐらいのものなんだから、ね、やっぱりこうそんなにね、土も肥えてるわけじゃなかっただろうし、そういう部分でもなんかね、なんかそれに西部のこの時代というか、この映画の中にゆるブリンナも出てんですよね私好きなんですよゆるブリンナそうですね、そう、あの本当小学校の頃にゆるブリンナ見て、うわ一目惚れみたいなそんな感じでしたから、なんかそうなんですね、そう、なんか安心感があったんだろうね、私ゆるブリンナ、そうか、なんかそのしっくりくる何かがあるんですよね、好きでしたね、そうなんですね、そんな感じでございましたが、はい、まあ、まあ山ちゃんとかどう、カントリーとか聞いたことはあんま聞かないですね、ね、はい、どっちかっていうとなんかやっぱりこうそんなにそんなにこう、なんかみんなが普通に聞いてる感じじゃなく好きな人が聞いてる、そうですね、ジャズもそうだし、あのやっぱりそれを選んだ人たちだけが、やってる音楽って感じはするよね、はい、そうですね、なんかどうしてもそういうとこにばっかり私はハマってるんですけどねいいと思いますよ、もうジャズが好きとかね、はい、あウイスキーが好きとか、まあね、カントリーが好きとか、どれもウイスキー合いますからね、結局ウイスキーに戻ってしまったいやでもなんだろうな、まあカントリーに限らずこう山ちゃんがチョイスするなんかこう音楽だったり世界観ってどういうとこが好きで選ぶ感じ？僕はですね、まあ映像やってたっていうのもあって、本当にこうずっと聴き続けてるのはなんかやっぱストーリーが浮かぶっていうか、この歌詞でじゃなくてこの音楽でなんか情景が分かるようなのがやっぱずっと好きですね。あ、なるほどね、そっか、私あの曲だけでっていうとあの F1 の時にかかるトゥルースが好きですからねなんかこう、こうなんか燃え上がっていくぞみたいな感じですね、そう、なんかこう徐々に徐々にこうなんかこう、テンションがというかエネルギーがというかあのオイルが全身に回っていく感じみたいなこのオイルがねじわじわくる感じですね、ピストンが動いてきますよみたいな、そんなこう感じがこう、来るのは私はあのすいません、トゥルースが好きでございます、そうなんですね、あれがふっとどっかで流れるとうんみたいなね言っちゃう私がいますけど、はい、はい、美里は、私はいつもなんか自分の中でいいなと思うのが、歌詞が分かる分からないに関わらず、声と、なんですか、リズムというか音というかがなんかスッとこう入ってくるものが好きですね、なんか、大体そうですね、洋楽にしても日本の邦楽にしても、なんか最初に歌詞、もちろん歌詞が分かれば歌詞も好きなんですけど、耳に入ってくる声とかっていうのは大事だよね、大事ですね、声の使い方大事にしていきたいと思います、はい、ではでは、じゃあなんだっけ、ビーチボーイズの一人語りで、何を、ビーチボーイズのね、素敵じゃないか、この可愛いよね、この子供の女の子の子、
なんか動画でもあるんだけど、すごいいい感じ。今日も2時間ここまでやってきたわけでございますが、なんかあれですね、もしかしたら今日は1時間いや30分で終わるかもみたいな、ちょっと不安は抱えながら番組 に挑んだわけでございますが、やっぱりね、こう隣に美里がいて、で隣に山ちゃんがいてって思うと心強いですね。なんかこう、これがもしかしで一人でミキサーに座って一人でやってる番組だったら、すいませんごめん今日ちょっと30分でって言ってやめてたのかななんていう感じもします。でもやっぱり一人じゃないってこんなに心強かったりするんですよね。そしてもちろんこうやってなんかこうリスナーの皆さんとの掛け合い、このツイキャスを通してだったり、電波の向こうで皆さんが聞いてくれてんだなとか、やっぱり画像配信もしてるし、そういうところで、あ、なんかあんまりね具合悪い顔しててもとか思う前に、この皆さんのこのかけてくれる声とかで、やっぱりよしっていう気持ちになりますね。ありがとうつかぴー、一人じゃない、ありがとうございます。つかぴー、あなたも一人じゃないよ。やっぱりなんか人は生まれてくる時も旅立つ時も一人だっては言うけど、その生まれてくる時に産もうとしてくれてる母親がいる、あと周りに病院のね看護師さんだったり助産師さんだったり、やっぱり一人じゃなく周りには見守ってくれてる人がたくさんいるんだなということ、そこは忘れないで生きていきたいと思いますね。来週までにはできることなら意思が流れてもっとすっきりしたね感じで皆さんとお耳にかかれたらいいなとは思ってるわけでございますが、今日も2時間私はとても愛を感じました。一人じゃないっていいですね。皆さんも一人じゃないですよ。はい、ではできましたけども、とってもなんか今日はでもなんかちょっと私難しいテーマでした。私だけっていうのがちょっと難しかったですけど、やっぱり私だけってさ、思ってることとかってやっぱり出しにくいことが多いわけじゃない、今考えたらね。私あんまりなんか自分の中で押さえておこうとか、これって恥ずかしいとかって、いや、こう手つなぐとか恥ずかしいよ物理的にね、これはね、好きな人と手つなぐとか、好きな人の前でこう、なんかジュースのものも体が震えて、なんかよくわかんなくて息飲みしてズーとかさ、なんかそんなのは恥ずかしいけど、はい、自分の中で起きてる、私だけ、あら私って痛いやつとかっていうのは全然恥ずかしくないから、だからみんなもそうかなって思ったら結構みんなあれあれって思う。でも山ちゃんがこう、なんかね、あやびのね、すごいすごいリアルなとこ言ってきてくれたなとかこれがね、なんかちょっとさ、ぶっさいくな痛い男の人が言うんだったら、来たなって思うかもしれないけど、ちょっとイケてる山ちゃんが言うと、はい、山ちゃんそんなことするの、でも前頭葉が痛いわみたいなねそんな感じで、いや、はい、山ちゃん今日2時間ありがとうございます。とんでもないです、楽しかったですね。ありがとう、ありがとう美里もありがとうね。いえ、こちらこそありがとうございます。なんか本当リスナーの皆さんありがとうございます、今日2時間やれると思ってなかったので、本当に本当ちょっと1時間ぐらい正直限界エリさんをお迎えに行って、エリさんがこう来てる姿見て、今日は1時間かなと思いながら来ましたけど、今日改めて思いましたね、やっぱりギノワンって、ギノワンね、パーソナリティができたから、皆さんとも通じることができて、でもちろんこれが FM 小座に行って、山ちゃんがエリオさん一人で番組やってみたらっていう一言がなかったら、今こうやってここに座ってることもなく、つくづくこう、なんかつくづくじゃないや、
いや、つくづくなのかな。とにかくこの頃ね、こう、うん、いろいろ思い出すんだよね、うん、あ、山ちゃんとこうだったなとか、うん、あの、ほんとみんな面白いんだよ。私、山ちゃんとも喧嘩してるの。でも山ちゃんとも番組やってんの。でも山ちゃんが、うん、私を今ここに、今ここにいさせてくれてんのも山ちゃん。それもやっぱりあの一言からだったなって、うん、やっぱりこう番組やってても楽しいことばっかりじゃないわけで、はい、やっぱりこういろんなことがあって、そんな中から救ってくれたのも山ちゃんだったし、あの時ね、本当になんか、うん、この俺すごい思うわ、番組に向かう時。いや、でもご自身だと思いますけどね。わお、ありがとう。本当になんか今日2回褒められましたからね、山ちゃんにこれを糧に来週も2時間頑張りたいと思います、はい、2回褒めたっけえ、何？いや、褒めてるというか、本当です、あの、ご自身だと思います。ありがとうございます。はい、美里ね、はい、私たちが出会ってもう1年過ぎたわけで、そうなんですよ ね。でも正直まだ1年、なんか25年ぐらい一緒にいるような感じしないだからなんか、あれまだ気づけば1年かみたい な。だって私たちの付き合いってねえ、ねえあの、ほんと、あの、一服蔵さん、持ちつ持たれつなんてそんな可愛い感じじゃないんですよあの、あなたがいたから私が今ここにいる、はい、あなたもそうでしょ、みたいな、ほんとに、ほんとそんな感じです。ほんと、あの、うん、これからのね、出会いも大事にしていきたいけど、はい、今まで出会ってきた全て、一個一個、うん、まあ、このおるちゃん、おかさん、ご登場してませんけど、聞いてるんだろうなっていうのは分かるんですけどね、はい、あの、ぜひ、あの、お時間のある時に、うん、あの、手が空いた時に参加してくださいと思います、はい、あの、美里どうね、これから、うん、これからですか、うん、またなんか、私 もっとまた変われるのかなってちょっと最近思ってます、ね、うん、またちょっといろんな顔を見せていきたいと思いますね、はい、そうですね。皆さん、来週の2時間またお耳にかかりましょう、はい、てなわけで、美里、皆さん今日も愛してます。はい、愛してます。なんかいつもの愛してるよりいい感じの山ちゃんでした。私も皆さんのこととっても愛してます。もちろんめちゃくちゃ愛してるよ。ではでは、皆さん残りの今日を楽しんでください、はい、ではね、お疲れ様です。ありがとう、山ちゃん、ありがとう、大丈夫ですか。